二次三次アニバーサリーフェスティバル2021開会式、よいしょ。はい、改めまして、二次三次を運営しております一から株式会社代表取締役の辰巳陸と申します。本日から2日間どうぞよろしくお願いします。本ステージはですね、二次三次の3周年を記念したオンラインフェスイベント、二次三次アニバーサリーフェスティバル2021の開会式を飾るステージとなっております。開会宣言の後にはですね、ふみのさんとふみさんによるステージ配信やグッズのご紹介等々がございますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではそれではですね、開会宣言の方に早速移りたいと思います。皆さん、どうでしょう、2日間楽しむ準備はできていますでしょうか。イエーイ。髪切りました。はい、ありがとうございます。それでは開会宣言、本日ここに二次三次アニバーサリーフェスティバル2021の開会を宣言いたします。2日間どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、本日はここで、辰巳は用済みといったところで、ここからは文野さんと文さんにバトンタッチをしたいと思います。文野さん、文さん、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、どうしようもなく今を生きてる。なんか歌詞がわからない。だからと言えるようにただ歌おう。バーチャルトゥーライフ。こんにちは。ふみのたまきだよ。ふみだよ。二人合わせて。ふみのとふみ。今日は私たちの単独ライブに来てくれてありがとう。ありがとう。楽しめてね。進む先が見えなくたって手探りでも、あ、ちょっと止まってる、止まってる。タクさん止まってる、タクさん止まってるよ。タクさん止まってる。ちょっと言うと置いたわ。ここら辺りにさせていただきまして、玉木こちらですね、ここからはちゃんと進行していきますよ。本日から開始されました二次三次3周年フェス、二次フェス、このハッシュタグはですね、ハッシュタグフェス二次フェス、ちょっと今やばい、大丈夫二次フェス201、ちょっと読めないね、2021、こちらのハッシュタグを使いまして、うん、SNS で一緒に盛り上げていただけたらなと思います。緊張してるの、ふみちゃん。あのね、このね2ページ3ページ目の台本がねなくなっちゃってるね。落ち着いてたってカンペが。ごめんなさい、見つけました、カンペ、すいません。でね、この配信ってさ、アーカイブ残るんだっけ。はい、なんと YouTube アーカイブが残らないんですけど、ニコニコ動画はタイムシフトが残るとのことですので、うん、あ、そうなんだ。はい、後でね、見逃しちゃった人はニコニコ動画を見ましょう。やったね、はい、ニコニコ最高、ニコニコ最高。こちら3周年記念フェスということで、玉木さん、我々もですね、うん、めでたいので、いろんな人にね、ライバーさんに、うん、アンケートなんかを取ってきたんですよね。そうなの？そうなの。ちょっとね、うん、いろいろそれを紹介したいなと思ったんですけど、そうなの？これね、うん、ゲットしてきたんですよ、アンケート。本当に？なんとですね、二次三次たくさんライバーさんがいるんですけど、その中でも一番新人さんのね、うん、セレジョって知ってますか？知ってる、知ってる。セレジョ、何の略ですか？セレモニー、ジョガ、ジョジョエン。ジョガって言ってからジョジョエンって言ったからね、ボケようとしたのが丸見えないよ。一番恥ずかしいよ。そう、セレジョのね、みんなにね、聞いてきたらです、ね、リハーサルの時はできてたの ね。リハーサルとか言わないでください。ちぐさちゃん、ファンのみんなに出会えたこと、ひすいちゃん、見てくれるみんなと出会えたこと、そして大切な友達ができたこと、あかねちゃんはね、見てくれる方と出会えたこと、なんかみんなね、出会えたっていう言葉を使ってくれてね、すごく素敵だなと思いましたよ。でも私もね、たずみさんやさ、ふみちゃんとかみんなに出会えて嬉しかったな。
よかったですね。じゃあ玉木さんもなんかアンケートを取ってきてくれたみたいなんですけど、取ったと思う。玉木さん何を聞いてきてくれたんですか。本当ね、はい、西三次入ってから大変だったことをねちょっと聞いてきたんだ。はい、紹介しようか。お願いします。行くよ。今探してるからね。行くよ。用意し、あ、そう、あのギルサネ三世くんっていうのいろいろ知ってる？同期のギル様。そう、同期のギル様がね、はい、大変だったことはね、なんか炎上しそうな元2期生から、うん、もう寝起きの時に急に電話がかかってきて、うん、生配信で歌わされた時なんだって。すごい話ですね。ねえ、うん、誰なんだろう元2期生。誰ですかね。ちょっと、ね、いいのかないって思う。大丈夫かな。聞いたんだ。あとは？あとはね、成瀬なるくんにも聞いたよ。あ、いいですね。大変だったこと。うん。常に自分が評価されている立場だと自覚したとき、すごいなんか重い話だ。そうですね、ライバーってそういうもんですかね。はい、あとはね、あのなるくんときたらやっぱ同期のエアルくんなんだけどさ、はい、エアルさん、エアルくん大変だったことはね、うん、ボーイズっていうあのデビューした時のグループがね、うん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 、解散だったときらしいですよ。そうですね、あの今ね引退してしまってね、今は活動してらっしゃらないライバーさんもねいっぱいいますけど、うん、でもね、そのおかげで今の3周年目があるというので、うん、いい話ですね。我もね同期に聞いてきたんですよ、うん、で星川さあちゃん覚えてない、山上がるだちゃん、うん、まだあんまりないかもしれない。あんまりアンケートに協力的じゃないですね、その時はね。あとね、二次三次でこれからの目標はっていうのも聞いてきたんですよ。鈴木勝先輩はですね、うん、俺から二次三次を知ってくれたって人をいっぱいにしたいっておっしゃってました。素敵ですね。なんかかっこいいね。ね、玉木さんは聞いてきてくれましたか。私も聞いてきた。ちょっと待って、もう終わりかと思って出してきますね。はい、ね、シスタークレアさんに聞いてくれたんだよね。そうなの、そうなの。シスタークレアさんはね、うん、もっとお友達を増やしてダンスとか歌、今までできなかったことにも一緒に挑戦していきたいんだって。わ、素敵ですね。素敵でしょ。うん、あとね、うん、ガク君にも聞いてきたんだ。同期の、私の同期の、うん、これからの目標は寝なくてもいいサイボーグになることだってよ。ちょっと二次三次としての目標がよくわからないですけどね。あとは、うん、あとおしまいだよ。おしまいなの。あ、そうですね。それということで今速報です。なんとここで会場の現地と中継がつながっているとのことです。せっかくなので少し様子見てみましょうか。ビッグサイトと、ビッグサイトと、え、すごい。それでは中継図に切り替えをお願いします。いっちゃうわよ。おー、おー、すごい。あ、みんなー、やっほー、そらじろー、かさあ、かわいい。みんな、一人一人さ、みんな、JK 組さんと半バカさんが今日は会場にお出迎えしてくれてますよ。ねえ、じゃあちょっと一人一人私が転校していこうかな。はい、じゃあまず1番目、乾とこさん。リハと逆からだからみんなびっくりしてるよね。さっき逆から言ったからさ。はい、次アンチカトリーナさん。おお、いい胸です、ね、かっこいい。次、リゼヘレスタさん。あ、かわいい。膝曲げてます。次、のみとさん。あ、伸びた。キリッツ、気をつけ。おお、あ、素敵。次、静かりんさん。あ、踊ってる。かわいい。次、樋口楓さん。おお、すごい。ちゃんとあれ、ほくろもついてるんだね。ねえ、リボンとかね、髪型も素敵な。ちょっと楓さん、あの後ろ見せてもらってもいいですか。かわいい、見てる、めっちゃかわいい、ね、すごいですよね、髪型とかね。うん、すごい細かいところまで、ピン止めとかすごいですよね、これ。ほんとだ、だってディゼヘレスタさんとかも頭に鳥さん乗ってるじゃん、うん、セバスピオ乗ってますね。おいしそう。すごっ、食べないでね。ちゃんとケツの穴あって、ケツの穴が今ね、今見逃せなかったよ、ケツの穴を。ケツの穴があるんだ。ケツの穴をすごい忠実に最近していらっしゃるんです ね。大丈夫かな、ニジフェスの幕開けがケツの穴で大丈夫か。ちょっとなんか、はい、やってほしいことあるんだよね、私。何ですか。あのさ、はい、逆立ちしてくれる、みんな。もう本当にさ、みんなシーンとなってるから絶対今。
できるかな、あれやろ、あ、手が届かないからですねお手手が床にそもそも届かない。すごい、トコさんの袖はすごい可愛いと思うんですけど、あれ袖、あれなんかついてるね、ちゃんとリボンとか、リボンがね、ひらひらってる、かわいい、再現度高いね、再現度がすごいですよ、ね、作っているんだ、すごいな。カマキさんもね、いつかね、こんな風にあの企業盛りしたいですね。うん、もう4周年目楽しみにしてるから。4周年目だと私今目の前にタズミさんがいたからね、さっきお願いしてきたんだ。なんて言ってましたか、着ぐるみになりたいって言ったら。うん、なんか無言でニコニコしてたどういうことかな、承認ですかね。うん、うん、多分そうだと思うよ。じゃあ次はどっちでしょうか。はい、というところで以上、うん、会場現地からの中継映像でした、みんなありがとう。もう行っちゃうの、今日のためにね。ね、今日の本当だったら、ね、みんなと触れ合ったりできたかもしれないね。そうだね、普通じゃないんですけども、ありがとうみんな。ここからはですね、2時3時アニバーサリーフェスティバル、ありがとう、2021で行われるステージ配信とグッズなどの紹介をしていきたいと思いますよ。たまさん、準備はいいですか。どうしよっかな、うん、やめとく、うん、やめようか。じゃあお願いします。虹ショップ、虹ショップ、海の虹ショップ、お買い上げありがとうございます。すごいですね、これ作ったんですか、曲を。そうなんですよ、これは私の記念すべきファーストシングルでございます。デビューおめでとうございます。ありがとう。はい、そうということでね、うん、皆さんこんにちは、海の虹ショップの時間でございます。うん、本日はね、各ステージ配信とグッズを紹介していこうと思うわよ。そこはかとなくね、何かに似てますね。何のことかな。じゃあまずはね、うん、こちら、お、虹三時ジャパンツアー2020年の、うん、インザレインボー東京リベンジ公演よ。今ね、読み方をね書いていますね。シャウトインゴインゴレイン、ああインザかインザレインボー、あ、そうだし、シャウトインザレインボー、2020年の3月にね、あの延期した、あのショートインゴレインボーじゃないですか、ね、1ヶ月、1年ぶりか1年ぶりの晴れ舞台でございます。そう、1年ぶりに ねリベンジができるということで本当にめでたいです ね、楽しみです。今日ですよ、よかったです、ね、それから、そしたら次はね、ニコ生のね有料ステージの配信もあるんでございますよ。はい、お金かかるんだけどね、これお金かかるステージですね。そう、お金持ってたらね、うん、払った方がいいと思う。これはどうやって見れるんでしょうか。これは、うん、お金払ったら見えるよ。ネットチケットはニコニコ生放送の各放送ページで販売中です。詳細はね、フェス特設サイトをチェックしてくださいね。次はね、はい、今みんなが見ているステージの無料ステージ、これが無料ステージって言うんだけどさ、はい、これですね。それをご紹介いたします、はい、どうでしょうか。こんなメンバーたちが、うん、そう、この時間にね、うん、登場してさ、楽しいことしてくれるんですよ。楽しいですね。いいでしょ。いいね。これはどうやって見るんですか。これは、うん、YouTube 開いたら見えるよ。無料ステージは配信が今皆さんがご覧になってるこの放送枠にて、うん、引き続き放送予定、チャンネルはそのままで、ここのまんまですよ。玉木さん、何か気になっている、ね、ステージとかございますか。有料気になってるステージ、うん、有料のステージ、有料は何。それはもうね、いろんな人がさ 3D になるでしょ。そうですね。それでさ、まだ公開してない人の 3D とかあるからね、それが楽しみだな。本日13時からの王立魔法騎士学園のステージのことかな、うん、あ、そうです。やったね、メインの皆さんがね 3D になるということでめでたいですね、うん、我々ですね、無料ステージのね、グエル・オスガールさんとサイコサ・アキナさんが、うん、あ、パニックキューブって感じかな。あ、そうですね、上見さん、パニックキューブ、これね、パニックキューブね、我もね配信で参加したことあるんですけど、パニックキューブって何なの。なんかクイズ大会みたいな感じなんですよ。あ、そうなんだ。これ楽しみにしてます。私も出たかったな、これ。14時45分からとなっております。いろんなのがあるので、ぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか、ね、え、そしてお次はイベントグッズの紹介です。あら、もう行っちゃうの。行っちゃいましょう。今回ね、我と玉木さんが気になったものをね、いくつか独断と偏見でピックアップしてきたのでご紹介していきたいと思います、うん、まずはこちらのグッズです。ドンドンしてるもん、出てる。あ、本当だ、うん、ランダムアクリルキーホルダーブロマイドセット。おー、こちらね、2時3時イベントグッズでは定番のアクリルキーホルダー&ブロマイドセットでございます、うんうんうん、なんと今回は
2時3時ライバー全員のね104名のすごいアクキーとブドマイドがよく作りましたね。用意されたんですよ。誰が言い出したんですかね。しかもね、お値段なんと税込み1000円、税込み1000円でのご提供となっております。安いよね安いな本当。しかも、うん、あの次に紹介するグッズも出ておりますので。お、次は何ですか。ドンドンドン、フェスパーカーでございます。おしゃれ。そう、これはね、なんとちょうどいい厚みでですね、うん、オールシーズン着れちゃうパーカーとなっておりますよ。玉木さんもオールシーズン同じ服着てますもんね。そうだけど、うん、いいでしょ。これもね、このパーカーと同じ素材なんですよ。あ、知らなかったです。はい、そう、はい、でなんとね、今年のトレンドでね、はい、袖が光る仕様があるんです。嘘です、袖はフラッシュプリントになっており、うん、プリント部分にフラッシュを当てると、うん、あら不思議、何が浮かび上がるんでしょう。右腕にはうん、田澄さんの顔が浮かび上がるんですよね。ちょっと嫌ですね、うん、何が映るんだよ台本読みなさいよ。右腕には虹三時っていうので、うん、左腕には虹フェスの文字が、日付が出てくるらしいんですよ、うん、そう、光らせると文字が浮き出るみたいですね。そう、でもさ、フラッシュ撮影するときってさ、うん、スタジオアリスの時ぐらいじゃない。え、お値段はいくらぐらいなんですか。あ、お値段は、うん、なんとこれ驚きの6000円でございます。税込みですよ。しかも6000円でのご提供となっております。本当はね、うん、もう2万円だったんですけど、今回だけね、特別に、今回フェス特別価格となっております。素晴らしいですね。6000円になっております。素晴らしい。次は、次のグッズはドンドン、こちらです。アニバーサリータオル。タオル？そうなのよ、うん、このタオル、うん、爽やかでしょ。うん、爽やかさ、青いからかな。爽やかな柄のマフラータオルとなっております。素敵ですね、マフラータオル。だから冬は首に巻いて、うん、夏は首に巻く感じかな。いや、大体首に巻いてるね。そうで、専門のね、専用だ、専用のこの箱、はい、見えるかしら、この右側のボックスですね、に入っててね、はい、箱の天井から虹三時のマークが見えるんだって。すごい、箱の天井から虹三時のマークが見えるんですね。そんなねタオルないよね、なかなか。ないと思う。すごいでしょ、特別仕様でしょ。すごい箱だ。そう、このね、上から見えるだけでね、もうね、価値あるからさ。この箱はじゃあおいくらなんですか。この箱、なんと今だけですね、タオルとセットで2000円、税込みですよ。税込み2000円でのご提供となっております。おお、安いですね。そうなんですよ。いろいろ紹介してきましたけど、なんか気になるグッズとかありましたか。気になるグッズ、うん、やっぱりあの伝説のね、アクリルキーホルダーかな。伝説言わないでください。やっぱりあれさ、発売が決まった時にさ、はい、もうツイッターですごいトレンドになったもんね。そうですね、ドン、アクリルキーホルダーの画素でございます。ドン、なんかそうですね、あ、出てきた。話題、かわいいって言ってね、ランダムすごいいっぱいあって、すごいってね、話題になってましたね。かもしれないね、はい、そのいっぱい買っても推しを出すことができるのかどうかっていうね、都市伝説みたいなのがあったんですけども、ね、なんかそうです、なんかライバーさんもなんかね、無理しなくていいよみたいなことをライバー自身が言い出してましたからね。だけど、はい、だけどあれはね、ただの都市伝説だったんですよ。そうなんですか。そう、これグループ全種セットっていうのがあってですね、はい、まあ、B グループがあるとしたら、はい、はい、10個セットで買ったら全員のが当たるよみたいな風になってるんですよ。セット買いができるようになったんですね。そうなんですよ。素晴らしい。ちょっとお騒がせしてすいませんでした、ね、すいませんでした皆さんね、うん、すいません、申し訳ございませんでした。はい、ということでいろいろ見てきましたけど、素敵なグッズばっかりですね、うん、本当だね。しかしもう時間みたいですよ。え、そうなの。そう、本当に、うん、もう時間ですか。まだありますよね。ほら、まだある。まだ何を紹介しようかなと思ってた。いや、我気になってるのはね、うん、そうだな、なんかいっぱいあるんですけどね、やっぱパーカーですかね。パーカー、うん、パーカーやっぱおしゃれでいいなと思います。え、ふみちゃんパーカー欲しいの。うん、買ってくれるの。やだよ。なんだよマジでね、ご飯の割り勘もしねえからな。それでパーカー買ってもらおうなんてちょっとダメだよ。ふみちゃん、はい、何ですか。やっぱふみちゃんさ、3周年経ったと思うんだけどさ、ふみちゃんは経ってないですけど、水3時が経ちますね。今までやってる中でさ、はい、大変だったこととかある。
大変だったこと、今までで大変だったこと、うん、今まで大変だったこといろいろありましたよ、もちろん、うん、なんか初配信とかもなかなかね配信が始められなくて大変だったり。そうなの、はい、私と一緒じゃん。お前は今もね大変ですけどね、はい、そんなことないけどね、はい、そうなんだ。そうなんですね。私に何か質問ある？質問ですか、うん、いつになったらパソコン返してくれるんですか？そういう話は後でしようか。ということでね、はい、以上2時3時ふみの2時ショップでございました。はい、それだな。2時ショップ2時ショップふみの2時ショップ、またどこかでお会いしましょう。さよなら。二度と来るな。なんてこと言うのよ。というわけで以上ふみの虹ショップでした。今回ね、我らが紹介できなかったステージ配信も、虹三時ファンの皆さん必見のスペシャルな企画になっておりますので、うん、気になるものがあったよという方はぜひチェックしてみてくださいね。してみてくださいね、うん、イベントグッズは虹三時オフィシャルストアにて販売中なんだって。お、すごい。ぜひチェックしてみてくださいね。ね、もう売り切れてるものもあるみたいなんですけど。そうなんだよね。売り切れてないものもありますので、ぜひそれぞれの確認をお願いいたします、うん、ちょっとね、今回のフェスですね、オンライン開催といういつもとちょっと違う、いつもとというか特殊なフェスなんですけども、玉木さんどうですかね、うん、今回やってみて楽しんでいますか？楽しんでる、すっごいすっごい楽しんでる、うん、オンラインだから、はい、みんなに直接は会えないけどさ、うん、心は密だからいいわよ。そうですね、距離はソーシャルディスタンスだけどね、うん、一緒に盛り上がっていこうね、みんな盛り上がっていこうね、みんな、イエーイ。そうですね、で3周年ってことで、玉木さんもね、活動から30年経ったわけじゃないですか、うんうん、3周年ね、やってどうですか、2時3時がもう30年経ったんですよ。いや、本当にあっという間だったなって思いますね、うん、なんか一番こう印象的なこととかあります？印象的なこと、はい、まあね、どれもこれも印象的なことばっかりなんだよね。一つ一つがかけがえのない思い出だからさそこは一個なんか言ってほしかったね。いや、だって今社長さんが見てるからなかなか言えないっていうね。そう、でもやっぱり嬉しかったこととかないですか？嬉しかったことはやっぱポテトチップスがね、2434袋当たったことかな。すごいね、これなんかもうすごい傾いてしまったんだけどだ、助けてこれなんか金魚みたいになってきた、傾いてしまった。そうですね、我もね、たまには傾いてしまうこともあるんですけどね。でもこうやってね、先輩方がね、ちゃんとね、ソーシャルディスタンスしてるんですよ。えらいえらい。ああ、なるほど、ありがとうございます。そうですね、あの、支えてくれるね、仲間がいたりだとか、うん、こうやってね、まさかね、そんな2期生の玉木さんとこうやってフェスを一緒にね、うん、参加するなんてことをデビュー当時は全く思ってなかったんですよ。本当に？そう、思ってなかったんですよ、うん、だから二次三次ってね、同じ頃にデビューした同期だけじゃなくて、うん、今海外のライバーさんもいっぱいいらっしゃいますし、いろんな人とね、いろんなことができるっていう良さがありますから、確かに、その組み合わせとか、そう、ね、超楽しんで、いろんな配信見て、いろんなグッズ見て楽しんでもらえたらなと思いますよ。思いますね、うん、本当に大きくなりました、2時3時母のような気持ちですね、うん、そうなのよ、はい、ということでね、うん、あのね、はい、そうそう、うん、この開会式なんと終了のお時間がギリギリになりました。最後感じゃったよ。入れしまいましたね。寂しいですね。2時3時アニバーサリーフェスティバル、うん、2021。この後も楽しいステージとかね、企画が盛りだくさんになってるから、うん、引き続きお楽しみください。はい。以上。以上。ふみなと。ふみでした。バイバーイ。バイバイ。さよなら。さよなら。はーい、お前ら席つけ、フェスから逃げるな。ということで体験授業やっていこうかな。チャイム長。はい、というわけで、体験授業リアルライバー調査をやっていこうかなということで、
まあね、俺以外にもさまざまなライバーが今回体験授業ということでお客さんと対話をしながらやっていくような内容が本来であればあったんだけど、まあ、それのオンライン版ということで俺もね現地にいるお客さんに話を振ってお前の推し誰みたいなのを タートルトークみたいな感じで聞いて対話する予定だったんだけど、まあ、代わりといってはなんだけどリスナーからプレゼン資料を募集したからそれを紹介する授業にしていこうかなというふうに思っている。でまずは、最初にこちらドン303件、まあ、最終的に310何件ぐらいになったんだけど、まあ、これだけの投稿数があったよと、まあ、こうやってチョークでね物書いたりとかもできるからこれだけの投稿数があったことに対してありがとうということをね伝えておこうと。でまあざっくりこんな感じで次のプレゼンどうぞ。ざっくりこんな感じでいろんな人のパワポがちょっと名前は伏せさせてもらったんだけど自分の推しはこんな感じだよみたいなのをプレゼンしてくれる人がいてその中から一部だけを抜粋して今回は紹介させてもらおうと思ってる。あのせっかく作ってくれたものも若干ちょっとページをバッツリ割愛して紹介したりとかになってしまうんだけどそこはちょっと申し訳ないけれどもその辺は後日改めて俺の枠で、まあ、全てゆっくり紹介全ては無理かできる限りゆっくり紹介していく配信をやっていこうかなというふうに思っている。ということで最初はこちら乾どんどん好きになるチャッチャミー作成の乾さんのプレゼンこちら。乾さん、まあ、公式の、ね、紹介文がこんな感じで和風喫茶で働くケルベロスとかいろいろあって 3D の、実際の喫茶店はこんな感じっていうのがあるんだけど、こういう衣装もあったりとかするよというプレゼンが、次へで実際どんな配信をやっているか雑談と歌とゲーム実況。乾さんってねあの釣り雑談とかいろいろずっとやってるイメージが俺の中であって俺もたまにね釣り雑談見たりとかしてリスナーさんとの掛け合い面白いなと思ったりしてるんだけど、まあ、コメントをよく見てくれて頻度で拾ってくれる高い頻度で拾ってくれるとか、ゲームは本人曰く下手くそらしいでマネージャーにも乾さんのゲームスキルではちょっとって言われたりしてるとみたいな。それ以外にももちろん歌これ抜きに彼女は語れなくて、歌枠の切り抜きは恥ずかしいからしないでほしいけれどもやっぱりもう安定していろんな人に見てもらえているというような話があったりとか、まあ、乾さんねなかなかちょっとこの人のプレゼンでもあるんだけど恥ずかしいからしないでほしいとか正直いじらしいとか意外とサバサバしてるようでいじらしい一面があるのかな。次そしてこれが俺すごいなと思って乾とこの奇跡2019年から本来あったんだけど2020年からのやつで抜粋させて紹介させてもらうと 3D お披露目だったり同期コラボだったりあととつまち初めてやったとか結構積極的になったんじゃないかとこのパワポ作った人は言ってくれたと。登録件数が40件を突破した 2月13日そしてさらに2月27日本日にはこちらなんとシャウトインザレインボーシャウトはちょっとできないけれどもご時世上、本日リベンジ公演が開催決定と、まあ、本人曰く次のページ、まあ、こんな感じで好き好き好きといっぱい書いてあるけれども乾さんの好きなところはいろいろあるけれどもぜひ、まあ、一時停止してアーカイブとかで見てほしいんだけど書いておりますが押す理由はいくらでも見つかるのでまずは見てみようということでこちら乾どんどん好きになるというプレゼンでしたと。送ってくれたチャッチャミありがとう、まあ、こんな感じでいろんな人のプレゼンが送られてきてるからパッパッパッともう紹介していこうかなと思うんだけど次はこちら家永さん家永麦について次、家永さんこんな感じのプロフィールがあるよ、初配信時は中学3年生現在は高校1年生で元二次三次二期生出身のメンバーだと次で、まあ、好きなところとしていろいろあるけれども、まあ、俺が結構気になった前も言ったことあるんだけどこの容姿も声も何もかも可愛らしいところのうちの一つとして 3D 配信とかでこの体を使って動かすっていうのがかなりあの人に見せる動きをしてるなっていうのが俺が気になったところだったりとかあとこれ5番の文才があるところノート、まあね、家永さんのノートぜひ見てほしいすごいよあの文章の巧みさというか緻密さ、まあ、なんか今朝も見た夢をちょっとフリートにつぶやいてまとめたみたいな備忘録としてまとめたみたいな感じのツイートしてたんだけどやっぱ家永さんの文章引き込まれるなと俺自身も思っていて、まあ文才があるところが魅力だと。次へ
あ、次の、あ、そうだね、ごめん、1個前のスライドへ、雑談配信とコラボ配信とお悩み相談配信というのを、まあ、配信では主にやっているよと、お悩み相談配信、インスタグラムとかでもね、お悩み相談してたりとかして、インスタで来たお悩みに対して答えるみたいなのをやってたりとかするから、結構ね、その哲学的な話が好きだったりとか、人の悩みを聞くのが好きだったりってする人なのかなと思ってたりするから、もしこれ悩みがある人は、明日もね、高宮さんの体験授業で悩み相談あったりするけれども、まあ家永さんにも相談してみるのもありなんじゃないかなということで、次、拙いプレゼンでしたがありがとうございました。これもね、一部抜粋しているものだから、ぜひまた改めて詳しく紹介させてもらうんだけど、さらに次の方、次の人来たね、矢車りねちゃんプレゼン資料、矢車プレゼンすることたくさんあるだろうけれども、じゃあまず次のページ行ってみようか。矢車、立てば芍薬、座ればボタン、喋る姿はラフレシア、どうも矢車りねですという挨拶が本当にあるのかないのか全然わかんないんだけど、あるらしい。全然あの好きな花の矢車菊とは全く関係ない挨拶なのがいいところだね。次へ、11歳の少女、日々努力しているが少し抜けてるところもあり、真面目に見えるように時々眼鏡をかけている、そういう眼鏡だったんだ、見えるようになったね。あ、そう、矢車菊の花がお気に入り、いつか花言葉が似合うような素敵な女性になりたいと思っているが、こちら本当は、まあ、これは以前あちきたさんが作った紹介文なんだけど、お金を稼ぐために日々努力をしているが、時々スタバでノーパスをカタカタ真面目に見せるためにやっている、豚の貯金箱がお気に入りという、実はこういう人だよっていうのをあちきたさんが作った紹介文がこちらと。さらに次へ、まあ、配信ではこんな感じの数々の名言を残していて、まあ、矢車といえばね、矢継ぎ早にボロ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 いろんなことを喋るところが印象的かなといった感じなんだけれども、さらに次のページ、ツイッターではこんな感じで様々な、なんかなんだろうな、矢車らしいツイートも絶対これタンバリンじゃないでしょうみたいなツイートがあったり、こういうところが魅力だよというのがまとめられていると。なかなかね、矢車を好きな人もなんか矢車の好きなところ、あ、こういうところが好きなんだっていうのが分かりやすい内容になってるね。というわけで次へと、まあいろいろあるけれども、ぜひ矢車リレをよろしくお願いします。送ってきてくれた人ありがとう。さあ、というわけで立て続きに紹介してきたけれども、次はこちら赤羽さん。まさかさっき俺の直前が本当に赤羽さんの CM になると思ってなかったんだけど、ありがとう赤羽さん、二次フェスから逃げるなという言葉を残させてくれて、その赤羽さんの生態に迫っていこうと。5枚でわかるのありがたい。でまず1枚目、そもそも赤羽陽子って、赤羽さんはこんな感じでいろんな紹介文があるけれども、まあ、ユリが大好きでオタク仲間、隠れオタクだけどオタク仲間には女子の皮をかぶったおっさんだと比喩されることもあるというのが紹介文だけど、まあ、実際こんなことやってるよというのが次のページ。実際は、まあ、FPS とかホラーゲームが大好き、昨日もあれかな、最新の非対称型の DVD みたいな鬼ごっこゲームやってたりとかしたんだけど、そういう感じのゾンビ系のゲームとか謎解きとかインディーズゲームとかを結構やってるイメージが赤羽さんといえば俺もあるかな。次のページ、さらにイラストがうまい、天才的に絵がうまい、これはアローラナッシーを描いたやつらしいけれども、アローラナッシーって首2つあったっけ、1本でなんかこんな感じに首がある、なんかこういう感じだったよね本来ね。撮れない、撮れた、まあ、このように独創的な絵を描かれる方だと。ということで次のページ、あ、重複書いちゃった。さらにさらに、まあ、知ってる人も多いと思うけれども、叫び声が狂気、叫び声、甲高いというかつんざくような綺麗な悲鳴を上げるイメージがやっぱりみんなの中であるから、まあ、叫び声まとめとか調べるとねすぐに出てくると思うんだけど、気になった人はぜひ聞いてみると、すごく綺麗な叫び声をしているというのがわかるかな。次へ、ただそんなこと言ってるけれどもやっぱり結論としてはこの人の中では可愛いというのが一番の魅力的と、まあ、やっぱりね、あの声実際に今聞いてもらってわかると思うんだけど、赤羽さんすごい綺麗な声を確かにしてるんだよね。突拍子もないことをやるけれども、で最近最新をまたいろいろとやるようになってきたから、
いろんな配信、どんな配信やってるのかなっていうのを気になった人はぜひぜひチェックしてみてもらえればということで、次のページ、いろんなコラボ、カナエヨ、シリンソウ、シカバネパンダ、この辺はちょっと一時停止で見てほしいんだけど、あります。さらにさらに最近あった大型コラボでは宇宙人狼、オカケンとか、いろんなコラボの中で一番よくわからないのが牛乳を飲むコラボなんかもあったりするよというおすすめのものがこちらと。最後に、この人この魅力的なところ、赤村さんの魅力に気づいていない方に届けばいいなと思っておりますというメッセージがあるけれども、ぜひ、Twitter をフォローしてチャンネル登録をして切り抜きも見てもらえればということらしい。送ってきてくれた人ありがとうね。ということで二次三次ざっと紹介してきたけれども、もちろん日本だけじゃなくて海外のライバーに関するプレゼン資料も届いたから軽く紹介していこうかな。最初 KR よりジユさん、ジユさんね、まず次のページ見ていこうか。こんな感じでざっと紹介文が書かれてるんだけれども、かっこいい女性と書かれているけれども、かなりかっこいいライバーさんで、ただでもハヤトさんが一回チャット欄に来た時にすごく本物の社長ですかって言ってびっくりしている姿は意外と可愛らしいところもあったり、クール可愛い系の人かなというイメージが俺の中である。次のページ、韓国ライバーだからもしかしたら韓国語わからないと大変かなと思ってる人もいるかもしれないけど、心配は不要。日本語が上手なのは1年間日本にいたから日本語上手に話せるよと。配信中にたくさんウィンクもしてくれる。さらに次へ、さらにさらに絵も描いてくれると。配信の最後に使われるオタマトンを演奏している自画像がこちら、これ自分で描いてくれたイラストらしい。お絵描き配信なんかもしてる。次のページで、サブカルチャー文化が大好きと。お絵描き配信ではもうこんな感じでぬいぐるみに関する解説をしてくれたりとか、アニメだと遊戯王プリパラデュエルリンクスなんかが好きだというような、デュエルリンクスも配信でやってくれたりするようなことらしい。個人的なおすすめはあつ森、みんな見てくれ終わりということで、あつ森配信がこの人はおすすめらしいから、まあ、ぜひ気になった人は見てみてもらえればと。次、同じく KR からチェアラさん、チェアラさんのプレゼンはこちら、まあ、ざっくりとした、そのプロフィールとしては、地上から天界から地上に舞い降りてきて人間の生活に憧れていると。いろんな人と話してみたくて来ていると。そして歌うことが大好き、ドジっ子、ユリに真剣。真剣っていうのはなかなかユリに使われる言葉ではないと思うんだけど、詳しく見ていこうか。どういう人におすすめなのか、こういう人におすすめ。ハキハキした喋り方が好きな人、ちょっと手が届かなくなってきたからこれ使おうかな。ハキハキした喋り方が好きな人。次、儚くて美しい、心に染みる歌が聴きたい人。ツイッターに上げる曲はなんと自分でミックスをしているらしい。さらにさらに、割にガチ売り的な関係が見たい人、外部の方にはなるんだけれども、外部の方と一緒にコラボした時にはその真剣さが垣間見えるようなところがあったらしいんだけど、これも詳しく次のページだったかな。あ、また後で紹介させてもらおう。他に絵がうまい、二次三次 KR の他のメンバーをこうやって配信中にイラストで描いたりとか、ユリに真剣だからユリ漫画教室があったりとか、それ以外にも努力家な一面があって、漢字の勉強、これね KR の独特の文化なんだけど、エロ書きとか左右をエロで書き分けるっていう KR の、勉強会みたいなのがあって、その結果いろはさんがエロハと巻き込まれたりとか、エロ書きなんだかんだっていう風にゆやが言われたりとか、いろいろあったりしたんだけどっていう勉強であったり、日本語の勉強もさっきしてくれたり、さらにファン思いがすごいという、二次三次 KR1 周年記念の動画を自分から自発的に声をかけたり、ファン思い度を超えて、なんかもはやねヤン気質な感じになってるところはあるけれども、こういう風にリプライを日本語で勉強して書いてくれたりもしているという感じかな。ということで、チェアラさん、いろんな魅力があるからぜひ見に来てねということで、プレゼン資料を送ってきてくれた人ありがとう。で、他にも紹介したい人はいるんだけれども、ちょっと時間の都合上割愛して、もちろん1からは2時3時だけじゃないから、そこも触れていこうかな。夢のグラフィア、鳩岡ココ、夢のグラフィアね、1対1でお客さんと会話するっていう、チケットを買って対話するっていうのがあるんだけれども、その中の鳩岡さんに関するプレゼン資料も来ていたから紹介させてもらおうかな。鳩岡さん、レトロゲーム、インディーズゲームが好き、キラキラした可愛い女の子に憧れている、オタクな話題について語り合いたいというのが本人の言うプロフィール。次へ、その中でも魅力がこちら、笑顔と好奇心と思いやり、
まず笑顔について、まあ、よく笑う、笑顔が天使、声も可愛い、まあ、本人も夢蔵を楽しんでることが伝わってくる。やっぱりね、お客さんと実際に対話するやつだから、自分が伝わってお互いに笑顔になれるのが魅力かなといった感じかな。次、可愛いコスメやお菓子、レトロゲームが好き。鳩岡さんね、もう本当にレトロゲーム、インディーズゲームが好きで、あのね、俺もたまにコメント書きに行ったことが昔あったんだけど、その時にはインディーズゲームこういうゲーム好きだよって、こういうゲーム前泉さんにもやってほしいみたいなことを言われて、あ、結構ゲーム詳しいなこの人と思ったから、俺もそのゲームの話題がしたい人にはおすすめの人かな。まあ、それ以外にもいろんなことに興味を持っていて知りたいと思っていると。次、思いやり。ゲストと2人の世界を大事にしているほか、同僚のキャストに対する愛情や人や物をステレオタイプで捉えないところが魅力と。次、今という感じでご清聴ありがとうございましたと書かれていて、夢のグラフィアチケットを購入することで30分間その30分だっけ対話をすることができるから、まあ、ぜひチケットを購入してみたいという人は夢のグラフィア .com までよろしくお願いしますという感じでね。で、本当は3とかも紹介したかったんだけど、残念ながらちょっと掲載許可が今回間に合わなかったから、後日紹介するときに改めて許可を取って紹介させてもらおうかな。さて、まだまだあるぞ、2時3時どんどん行こうか。プレゼントといえばこの人、シェリン・バーガンディ、ご新規様向けプレゼン資料。これ初配信が元ネタのやつだけれども、もちろんシェリンの、被疑者の人たちからはこういう資料がたくさん送られてきて、ちょっと別の人なんだけど、次のプレゼンはこういう感じの、もうね、シェリンをやっぱりモチーフにしたというか、オマージュしたものがたくさん送られてきたほか、これもまた別の人なんだけど、こういう風にちゃんとしたものもあるよと。ソロ配信おすすめ。初配信はもちろん英語禁止、リングフィットアドベンチャー、ホラーゲーム、そして誕生日記念のとつまちというようなおすすめももちろんあるよというのがあったり、やっぱりライバーいろいろ色がある上、リスナーにもいろんな色があるから、リスナーのそれぞれの色らしいものが届いてくるといった感じで、さらに次はこの人、鈴谷さん、鈴谷あきくん、あきくんのプレゼンはこちら。中学3年生、見た目が完全に女の子に見える男の子、女の子に見える外観を自覚しており、周囲の人を騙すのが大好きであざとい、性格は腹黒いというのが、まあ、公式プロフィールなんだけれども、実際のところはこちら、2次3次期生の一人で、公式の紹介とは真逆の天使のような性格、おっとりした喋り方が特徴で、辛いものが得意。これ意外だよね、見た目に反してペヤングマックスエンドにタバスコをかけて食べたと、俺からすれば全く意味が分かんないことを言ってるんだけどっていうような逸話もあるぐらい辛いものが好きと。でも、まあきくんといえばいろいろあるけれども、まあ、次の紹介これだね。アキニウム光線、あきくんから摂取できる原子。アキニウムとは人を癒す力があるが中毒性が高いだし、アキニウム光線はアキニウムを効率よく摂取できる、光線を浴びた人は昇天する。ここ大事、ここテスト出るよ。光線を浴びた人は昇天する。ここテスト出るから絶対気をつけておいてね。そしてマーキ君といえばもう一つこちら、アキ君好き。アキ君好きとは配信でリスナーとアキ君が交わす挨拶のようなもの。リスナーがアキ君好きだよと言えば、アキ君も僕も好きだよと言ってくれ、リスナーは昇天をするというのがいつもの流れ。あれ挨拶だったんだ。アキ君好き、アキ君好きとはよく言ってるし、ケンモチさんとかがね、アキ君の名誉リスナーで、いろいろと言ってるっていうイメージはあるけれども、あれもうその挨拶だったんだね。というところで、時間の都合上まだまだ紹介したいけども、次あたりでラストになるのかな。うん、こちら、すげえやつだよ月の実とは。やっぱり二次三次を語る上で月の実とは外せない、すげえやつだよ月の実とは。プレゼン資料を紹介していこう。まずはこちら、人間の四大ライフラインについて。人間の四大ライフライン、まあ、みんなもちろんご存知だと思うけれども、電気、ガス、水道、そして二次三次。皆さんね、二次三次を、まあ、主に二次三次を大切にする中、電気、ガス、水道もやってライフラインを保っている、人間生活を保っていると思うんだけれども、まだ二次三次ライフラインの一つにしてないよという人にはぜひこちら、人生が辛い、人生が辛いなと思って塞ぎ込んでいる人でも、二次三次、まあ、今回の場合は月野さんを紹介するから、月の水戸を見ると世界ってなんて素晴らしいんだということに気づける。そんな月の水戸の紹介がこちら。じゃあ一体どんな配信を見たらいいのか、どんな配信を見たらいいのか、まずは説明資料がこちら。ゲーム配信があると。
まあ、月のニトといえばヨーロッパ企画のフラッシュゲームがまあ有名で、名探偵スワーなの何なの何なのヨーロッパ企画のゲームをやってたりとかするんだけど、それ以外にも、まあ、ホラーゲーサイレンね、あのレヴィエリファさん、レヴィさんと一緒にサイレンやったりとか、まあ、アウトラストっていうホラーゲームをやったりとか、あとはこちらのシャニマス、アイドルとして夢のアイドルライバーを歌っているだけあって、アイドルとしてどうあるべきかというのをシャニマスを通じて調べていくみたいなのがあったりとか、さまざまな考察が面白い配信があるよというゲーム配信についてはこちらと。さらに次、ゲーム実況はちょっと苦手、トークがメインなのはないのか。じゃあトークがメインなのはこちら、雑談配信、インターネットに関する懐かしの話をしたり、何かの体験レポをしてきたり、お泊まり雑談、かえみとのお泊まり雑談があったり、まあ、これ以外にもいろんな体験レポート、高級トイレに行ったとかね、さまざまなのあったりするんだけど、次、でもダラダラ話してるのはちょっと、何かテーマを決めた企画とかがあったらいいな。じゃあテーマを決めた企画はこちら、企画配信、意外なゲストを呼んだりするラジオ企画、毎年恒例の百物語、そして最近だと二次三次ライバーの念能力を勝手に、想像する予想する回とか、あとポケモンお気持ちノート、いろんな人とコラボしてやっていたポケモンお気持ちノートでは、ソーナンスからのお気持ちがあったりとか、いろんなさまざまなお気持ちを表現するというのがあったりとかもしたし、まあ、ぜひこういういろんな企画を見てほしいという感じだね。さらに次、例えばこの人アーティストなんでしょ、歌ったりはしないの、今までトークの話メインだけど歌はどうなんだという感じで、歌はこちら、クリスマスは命乞いで歌います、あの銃を突きつけてるやつあったと思うんだけど、銃を突きつけてるやつで有名になったそれとか、ミスパーボイス縛りとか、それ以外にも歌ってみた動画、ロキとかね、チュルリラだっただとか上げてたりするよと。さらに次、今までの動画って基本長時間でしょ、短くスパッとまとまった動画はないのか、そういうような方にはこちら、10分でわかる月の水戸、もちろんこれも、10分でわかるというだけあって、簡単に月の水戸がどんな人かわかるし、それ以外にも企画がどう、こういう誤爆ラインをすぐ消してチキンレースをしてみるっていうのがあったりとか、罪作ってみたっていうのがあったりするほか、まあ、なんかあるよという感じかな。さらに次へ、さあ、月の水戸で人生を豊かにしませんか。さっきみたいに塞ぎ込んでる人もぜひ月の水戸を見れば人生が豊かになるぞ、二次三次を見れば人生が豊かになるぞということで、最後のスライドがこちらというわけで、というわけであっという間にもう25分間、今回30分しか俺授業の枠が用意されてないからこれで最後になるんだけれども、まだまだ本当に今回たくさん届いて300何件とあるので、後日改めて俺の枠で紹介の場を設けさせてもらおうかなというふうに思ってる。まあ、今回ね紹介できなかった人いっぱいいるし、スライド自体もプレゼン自体も割愛させてもらったものが本当にたくさんあって、ぜひ紹介したいもの、許可取れたものもいっぱいあるから、許可もう真っ先にスタンプをしてくれたのに今回紹介できなかった人とは本当申し訳ないんだけど、改めてちょっと紹介させてほしいなというふうに思っているから、よかったら今回紹介した人もできなかった人もみんなのことを知って、今日のフェス、そして明日のフェスももっともっと楽しめる箱推しになってもらえればといった感じかな。というわけでこの後11時45分からは女子校花畑 with エリー・コニファー、俺も以前出演させてもらったことがあるんだけど、あの深夜の大喜利企画が真っ昼間のステージになるとどんな雰囲気になるのかをぜひお楽しみに。ということで俺の授業はここまで、二次フェス行ってらっしゃい、またね。女子校花畑大喜利大会二次フェス2021、イエーイ、女子校花畑、はい、ありがとうございます。さあこのステージは僕たち女子校花畑4人が今まで深夜にひっそりとやってきた大喜利勉強会の成果をね、こういう大舞台でお披露目しようじゃないかという配信でございます。はい、まあ、手短に自己紹介からしていきましょうか。はい、じゃあまず私からいいでしょうかね。巻き巻き、はい、皆さんボルテージ上がってますでしょうか。レインドロップスの上力一でございます。いいなあれ流した後に大喜利だからさ、本当にね、どう立ち回って、コメントも焦ってたよ、焦ってたからねみんなに心配されながら始まりました。よろしくお願いします。じゃあ椎名さん。はい、1に睡眠、2に睡眠、3下なんて言わないで、椎名ゆかでーす。言わないでー、今日は頑張りたいと思います。
します。ちなさん、あの、習字がテクイ。あの昼寝が一番そうだったから、ね、全然そんなつもりなかったんですけど、テクかったみたいですね。めっちゃテクかった、やばいと思った。勝てないと思った。完璧なね、やつ。ありがとうございます。なるほど、うずこさんお願いします。いざうずきこでーす。なんか小さくね。え？いやいや、小さくねー。別にこんなの。いやいや、徐々に徐々にだから。あんま気合い入れすぎてもね。あー、そうか、うん、ただだし、ここそうそう、別にね。そうなんだよ、よく考えたら。そうですね。緊張する必要ねえじゃん。なんもねえ。ただなんだから。だから文句言われねえの、ただなんだ。そうだよ、ただなんだよ。そうだよ、チケット代返せみたいなのないんで。ただ大丈夫です、多分。どんどん自分たちの首絞めてるからね、今ね。じゃあ、チャイちゃんお願いします。はい、どうも、二次三次一本グランプリ優勝者の花畑チャイカです。優勝しちゃってね。優勝しました。え、じゃあ一番面白いやつ。一番面白い。一番今日そう。期待だよ。二次三次で一番面白い花畑チャイカです。すごいなー。バカリズム枠。今日ね、ここでね。そうね。さあ、というわけで早速ね、これからお題がじゃんじゃん出ていきますね。今回は僕らもどんなお題が出るかね、分かんない状態でね、はい、スタッフさんが用意してくれたお題を立ち向かっていきますんで、普通は事前にくれるよね、普通。マジでなんだもんな。怖いよ。別に事前にもらったからって特に仕上がらないし、ね、うん、仕上がらない。そうだね、仕上がらない。そうだね、まだその保険かけとこ、うん、かけときましょう。それじゃあイベントのハッシュタグはニジフェス2021でございます。ぜひこのタグをつけて SNS 等でも一緒に盛り上がっていければと思います。はい、後半はね、ゲストの方もね、もう一方やってくるので、ね、楽しみに。誰だろう、ね、誰なの。本当トレンド入りさせながらやるような企画じゃないんだけどね、これ本当にね。ちょっとひっそりとしてきたの。日が沈んでからひっそりとやるあれなんだけど。でも頑張ってまいりましょう。それでは早速大喜利入ります。女子高花畑大喜利大会スタートです。お願いします。お願いします。最初は、オーソドックスな文字系のお題を用いた大喜利からでございます。うん、はい、最初の、お題のテーマはイベント。イベント、はい、ライブとかショーなりいろんなイベントがありますが、うん、それにちなんだお題が出てまいります。うん、皆さんもうすぐ始まりますけど、準備よろしいですか？はい、行きましょう。それでは一つ目のお題お願いいたします。こちら、こいこい、うん、このイベント何かがおかしい。この感じの中が一番むずいんだよな。広いんだよな。そう、シンプルだから難しいですよね。何かがおかしい、あれ。はい、さあ早速ね、今回はもう手元のボードに書いて、ね、文字で出していただきます。このイベント何かがおかしい。むずいんだよね、こういうの、ね、広すぎるとね、なかなかね、なんとなくおかしいイベントをしてるという自覚もあるから。はい、はい、行きましょう。チャイちゃん、このイベント何かがおかしい、何が変。3つあー、そっちパターン来たか、来たか。はい、行きましょう。椎名さん、このイベント何かがおかしい、何が変。人がいないおかしいから、この現状マジで。現地に人がいないおかしいよ確かに、はい、昨日いたのに。若干かぶった。ズコさん、このイベント何かがおかしい、何かが、何が変。じゃん、途中からニコニコいや、おかしいよこの場所良くないよ、これ。おかしすぎるだろもうこれ一番ダメだもん。おかしいよみんなそれだって俺もありますよね。いいですか、うん、このイベント何がおかしい、何が変。昼の大喜利おかしいな、おかしいな。何がおかしい。レバーがちょっと変わってほしかったもん、なんだったらもうあそこで正座してやりたかった。うん、はい、おちゃいちゃん行きましょう。うん、このイベント何かがおかしい、何が変。イベントなのにただの文句愚痴大会みたいになってる。ちょっとじゃあお題変えていきましょうか。はい、次、はい、行きましょう。お願いします。続いてのお題こちら、イベントスタッフのカンペにいらん、なんと書かれた。カンペをねもらってね、うん、ね、あと何分ですとかそういうのありますけれども、なんと書かれたらイラッとするでしょう。はい、はい、行きましょう。息子さん、イベントスタッフのカンペにイラ、なんと書かれた。面白いイラ、イラ
はい、じゃあいきます。イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。 www 一緒じゃん。やちょっとかぶった。まあ、パッと思いつくな。もうこれだよな。受けてるよって。はい、行きましょう、椎名さん。イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。ちょっと私も入れてよください。イラッイラッイラッとする、ね。すいませんって言ってください。すいませんください。あれマシです。はい、はい、ジョージからでお願いします。お願いします。いい。俺のタイミング出すんだよ。ちょっと俺もいいでしょうか。はい、いきます。イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。声寝起き。コメントだ、ね、ダメらしい。コメントでね。それ系マジね。じゃあもう一発いいですかね。イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。もろて。一番やかしい。巻いてもろてと書いてあったらもう巻いてもろて。はい、いかがでしょうか。はい、三ヶ島うずこうさん、イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。なんよ。千鳥かてめえは。千鳥のスタッフやだな。やだな。じゃあこれどうでしょう。いきます。イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。絆。熱い。意味わかんねえし、人として絆どういうこと。熱血系の人なのかな。じゃあどうですか、まだ行きますか。はい、椎名さん行きます。じゃあ行きましょう、行きますかね。はい、行きます。椎名さんの答え、イベントスタッフのカンペにイラッなんと書かれた。アンコール来たらバーチャルトゥーライブお願いします。もうだって絶対決まってるだろ、それは。わからんわからんわからん。来るって言うだよね。うん、お願いします。今ワンダーネバーランドなんだ。いっぱいあるからね。そっかそっか、変わった。増えてきたから。僕たち歌ったんで、ワンダーネバー。そうなんです。椎名さんは？椎名さん歌った。歌ってんの、私あんま知らないんだよね。だから当然なのに、うん。あんま分かってない。知らなくて当然みたいな。どういうやつなんだ。じゃあ次行きましょうか、はい、お題。はい。はい、じゃあ続いてのお題はこちら。ライブが全く盛り上がってません。なぜ？はい。じゃあ早い、行きましょう、はい、ライブが全く盛り上がってません。なぜ2D2D への文句。ライブでだったら確かにちょっとライブでライブでやばい、ね、ライブで OBS ですげえ動かしてスーって、ね、マウス横スライドとかして、そう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 、もっと首振ってってカンペで。盛り上がる、え、むずライブが盛り上がらない。盛り上がらない、ライブ盛り上がるもんね。うん、お、ちょっと苦戦してますかね。盛り上がってません。盛り上がるやつ書いちゃったな。いいじゃない。盛り上がる。盛り上がる。誰も出ないぞ、これ。出てる。やばい、やばい、出てない。誰も出ない。なんか出ないですね。はい、出た、出た。はい、行きましょう、チャイちゃん。ライブが全く盛り上がってません。なぜ？誰も知らない曲。選んじゃん、自分の好きな曲選んじゃうパターン。俺、刺さるんですよ、それ。刺さるんですよ。知らない。何この曲みたいな。知らないな。ボカロこれ。これもそれ、チャイカが知らないじゃん。ちょっとね、盛り上がらないな。先日それが起きた、ちょっとだけ。これボカロだろ、これは。ボカロじゃないんだ。そっか、私が知らないだけか。これ、まあ、2時3時っぽいやつでいいですかね、うん、はい、ライブが全く盛り上がってません。なぜ？うわ、ちっちゃい。そのパターンあるんだよな。あるな。ちっちゃい。さあ、変えましょうか、お題。はい、まだ行きますか。別ので、うん、別ので行きましょう。はい、では次のお題お願いします。すげえスピーディー、しょうがない、45分しかないから。そうなんですよ。そうなんよ。行きます。ロックバンドのライブこんなん乗れるか、その理由は。似てんだよな。ロックバンドか。ロックバンドこんなん乗れるか。ロックバンドこんなん乗れるか、こんなん乗れるか。ロックってなんだ。
ロックの定義から。あんま知らないっていうのもね、うん、そうですね、うん、じゃあはい、あ、行きましょう、チャイちゃん。ロックバンドのライブ、こんなん乗れるか、その理由はロックだ今ね今だ乗れないな、これ坊ちゃんとかすげえ喜ぶの坊ちゃん、おじゃる丸のカズマ、そうそう、カズマロック知らない、ロック、シーナさんがロックで苦しんでる。何のライブでもいいよ、もう何のライブ、何のライブでもいい、こんなん乗れるか、こんなん乗れるかで、こんなん乗れるか、一行目なしでいいです、こんなん乗れるかその理由は、その理由は、うん、広いな、次行く？ちょっと次行くパターンあれ、最後行って1個だけ出していいですか、すいません、1個だけ、あ、じゃあ2個出し、出そう、うずこさん行きましょう。ロックバンドのライブ、こんなん乗れるか、その理由は軍歌軍歌、意外にバカ上がる可能性もあるしね、まあまあまあ、確かにかっこいい軍歌、でもね、あの、ガルパン好きな人、あー、そうだね、確かにね、意外とね、みんなね、ちょっと俺もいいですかね、うん、ロックバンドのライブこんなん乗れるか、その理由はなんかちょっとギスギスしてメンバー同士 で兄弟喧嘩とかしてるっていうじゃあ次がラストのお題でございます、はい、お願いします。それライブ MC で言うことか、なんと言った、あ、ライブ MC、盛り上げなきゃいけないですからね。うーん、いや、これはあの、ね、いや、言っちゃいけないことは言っちゃいけないですからねそう気をつけてね、言っちゃいけないこと、いやー、ギリ、うん、あー、まだ、でもさあね、なかなかこう、はみ出すことに定評があるね、我々ですけれども、うん、深夜だったらやってた、まあ、ちょうどね、まもなく正午でございます、じゃあ、はい、行きましょう、うずこさん。それライブ MC で言うことか、なんと言った、近くの飯屋の態度が悪かったこらいろいろあった、地味に嫌だもん、ね、これいいですかね、お願いします。それライブ MC で言うことか、なんと言った、タオルを買ってない輩がいますね回してないね、口悪い、ね、それ持参のやつだな、それ持参のね、古いお母さんのタオルを持ってきた輩がいますねさあ、いかがでしょうか、ギリギリのところを攻めてください、冷たいな、うん、これによってはこの後あの MC がある人これ見てるライブ組がちょっとあの苦しんでるかもしれないから、ね、あ、言わないとダメなんだどうしよう、タオル買ったかっていうとこだった、言いそうな感じのやつ、いいよ、うん、これかな、ちょっと一旦出してみよう、うん、それライブ MC で言うことか、なんと言った、シャー言うんでもいいな、ギャグやりますさあ、出ますかね、はい、お、チャイちゃん、今日言いましょう、それライブ MC で言うことか、なんと言った、昨日見た夢の話ギリ言いそう、はい、黙って聞いちゃうやつ、椎名さん行きましょう、それライブ MC で言うことか、なんと言った、2日寝てないんだよねしかも調子悪くて、ちょっとイキリ、ネタの調子悪くて言い出すみたいな、そうそうそう、何曲歌ってからね、寝てねえから寝てないんだよ ね、 さあ、このあたりでございましょうかね、うん、はい、それではこっからまたちょっと毛色は変わってきます。
ここまでは文字系の大喜利を行ってまいりましたが、はい、ここから趣向を変えまして、画像をお題にした大喜利をやっていきたいと思います。いわゆる画像で一言ってやつですね。はい、で今回のお題は2時3時のライバーの 3D お披露目配信のスクショからお題が出てまいります。はい、一体どんな画像が出てくるのかお楽しみに。それでは一つ目の、お題の表示をお願いいたします。こちらです。ネフ先出しとかあるかな、ないか。おお。はい、あのねさあ、これにこれ、画像で一言的な。そうですね、あ、何でもありです。はいはいはい、よいしょ、シャイちゃん画像で一言どうぞ。デスノート。え、あの死神、死神がいるんです。逃げてって。はい、はい、行きましょう。椎名さん画像で一言。土下座で付き合えると思ってる。いや無理ですみたいな感じです。そうそうそう。俺が守るから。キュッて。一体いいでしょうか。お願いします。はい、画像一言こちら。ガソリンを入れてください。どこからとは言いませんが。どこから。とは言いませんが。ガソリンを入れてください。ガソリン欲しがってんな。欲しがってますね。じゃあはい、いきましょう。うずこずさん画像で一言。恋愛禁止破ってすみません。恋愛禁止なんやん。その末の坊主ね。坊主はで、じゃあ次いきましょうか。はい、では続いての画像いきましょう。こちらです。お、あーあー、いやね、さんが、あ、振りか、何してんのよ。不思議なポーズ。これなんかお魚当てクイズをやってるとこなのかな、これ。ああ。まあ特に関係なく。やっぱこれだな。はい。椎名さんの筆が速い。やっぱこれシリーズこれあるから。はい。行きましょう。椎名さん画像で一言どうぞ。つま先にアロンアルフ。えぐいてー。えぐいなー。えぐいてー。ジャンプできねーなー。こける前なんだよ。難しいなぁ。何のお魚でしょうか。そのこのクイズもよくわかんないよね。わかるわけないからね。これをみんなでやってたの。アユとか言ってたの。魚でもだいぶ似てるからな、全然。はい、行きましょう。チャイちゃん画像で一言どうぞ。二時三時花札。なんか坊主のね、坊主のやつ。もう関係なくなってんのよ。これ好きなんだよな。好きだね、花札ね。シリーズかね。次行きます。次行きましょう。次の、画像お願いします。え、はい、あのコオロギをね、イバラが食べて。すげえな、なんか怖いな、これ何が起きてるの。ネタバレになるんだよな。なんの、なんの。おはい、行きましょう。チャイちゃん画像で一言どうぞ。唐揚げ。なんとなく唐揚げ見える部分があるってこと。はい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 。よしよ、椎名さん画像で一言どうぞ。鬼滅の品津川の。やめろよ。ダメだよ、まだ。まだダメ。まだダメか。絶対ダメ。あ、ごめんなさい。本当にすいません。
いや、むずい。これ、え、結構難しいですよね。難しいですよね。これはマジでむずいよ。出た。ちょっと一回出してみます、はい。画像で一言、こう潜ってこう魚を取って出てくる怖いなぁ。やりそうだけど、ね、やりそうだそういうシーンじゃねえのかな。じゃあ、はい、行きましょう。マジある。じゃあちゃん、画像で一言どうぞ。日の出もう諦めた。はい、次いきます。はい、キサシナさん、画像一言どうぞ。こんな帽子かぶってばこんなねコックさんみたいな帽子かぶってたからって。マジ後ろ謎なんだよこれ。パン屋みたいな。こんなかぶってた。次がパスでしょうか。はい、次の画像お願いします。おー絵になりますね。さあ、リゼさん。あ、むずいな。まあ、じゃあパッと見、うん、いきましょう。うん、コスさん、画像で一言どうぞ。キング元ネタだからね、これがね。あ、そうなんや。違います。あ、そうなんだ。違います。適当。本編にキング、昨日さ、フェスでやっててさ、はい、歌詞ちょっと分かんなくて、You are king ってことは、じゃあお前は誰なんだってずっと一人で考えて手下だったでね。お前はキングじゃないのか。じゃあ椎名さん、行きましょう。はい、画像で一言。こんな偉そうにしていますが、寝癖です。キュンってキュンってなってるやつ、ちょっと寝癖です。さあ、じゃあちょっと俺も一回いいですかね。あ、お願い。行きましょう。画像で一言ドン。よ、鼻毛出てない見てもらうんだ、歌詞ね。画角が確かにちょっとね。よ、出てない今日。すげえ。さあ、これがラストのお題ということになりましたんで、はい、まだまだ出ますかね。ラストか。うん。ラスト、ないか、変える。もうこれがラストですかね。あ、これがラストってことか。はい、はい、いきましょう、チャイちゃん。画像で一言どうぞ。ヘルエスタランドの遊具。坂道になってんのね。滑りだ。遊びどころねえな、ヘルエスタランド。死ぬやん。なんかみんな、はい、来た。行きましょう、うずこうさん、画像で一言どうぞ。うなぎパイはまだか。名物をね、返上しないといけない。はい、行きましょう、椎名さん、画像で一言どうぞ。ボゲか、寿司に殺すぞ。口悪っ。どれもいいですかね。行きましょう、画像で一言ドン。IKEA で何も買わない女。見るだけ。ソファーとかだけ試す。座るだけ座る女。あるな。さあ、この辺でしょうか。まだ出ますか。いきますかね。はい、OK です。それじゃあこの辺りで、画像で一言のコーナー以上になります。さあ、もう次がラストのコーナーです。早いね、本当ね。早すぎるわ。さあ、最後はですね、我々4人で協力して作文大喜利を行っていきたいと思います。今回はとあるライバーさんの穴焼き自己紹介作文を我々で協力して穴埋めしていくという大喜利でございます。そして今回はなんとフェスですから、特別にこの完成した大喜利の作文をご本人に読んでいただけるということです。さあ、それでは早速今回作文を書いてくださった方をお呼びいたしましょう。今回作文協力してくれたライバーさんはこの方です。おーい、みなさまおかえりなさい。お花の妖精リカニファです。よろしくお願い
いたします。はい、リコニマさんです。お願いします。ありがとうございます。はい、今回我々4人からのご指名といった形で、はい、急にオファーをしました。申し訳ないよ、本当にこんなとこにこの後ね、そうですね、すごい楽しませていただいて、なんで私呼ばれ、あ、え、覚えてる？覚えてる。前にあの作文のね、穴埋め大喜利配信でやった時に、あのクレアさんが作ってくれた、うん、作ってくれたっていうか、俺のためじゃないんだけど、うん、ね、それを勝手に使ってやったのが面白かったんで、次やりたいなっていう時に、なんかこの読んでもらうとこまで含めて面白いってきたら、やっぱりエリコニさんじゃねえかなって、ギャップ的な ね、そうですね、言わなそうなこと言わせた時の、うん、なるほど。じゃあより、ね、気合い入れてひどいことをかけるし、心を込めて呼ばせていただきます。よろしくお願いします。さあ、それではエリーさんに書いていただいた作文がこの後ろの黒板に表示されます。見ていきましょう、はい、エリーさんの自己紹介作文こちらでございます。よん、はい、まずは俺が読みますね、はい、皆様お帰りなさい。何々の妖精エリーコニファーと申します。普段はお屋敷のメイドとしてお給仕などをしつつ、二次三次ライバーとして活動しております。私の好きなことはお芝居やフルートの演奏をしたり、お庭を眺めつつ皆様に何々することです。お紅茶の他にも弾ける作品や音楽の世界、宇月様がお持ちの何々も大好きです。またダンスに興味があるので 3D でご覧いただける日に備え、椎名様に密かに何々を習いたいと思っています。さあ、この4つ埋めてまいりましょうね。メンバーの名前も出てきてね、ちょっと気になりますけど、スペシャルって感じ。これを 1,2,3,4 埋めた後にエリーさんに読んでもらいますね、うんうん、お願いいたします。さあ、じゃあ早速丸1からいきますか。はい、皆様お帰りなさい。何々の妖精エリーコニファーと申します。あ、はい、エグゾーさんどうぞ。はい、はい、これ出る、あ、これないですよね。あ、じゃあコトのやつ、ね、はい、あ、ね、ポンポン言っちゃっていいですか。丸亀製麺の妖精リューコニファーと申します。へいらっしゃい。あー、マスコットキャラでもおかしくはないよ ね、 ねコラボあるぞ、コラボあるぞ、めんちゃっちゃ。はい、せいちゃん、皆さんお帰りなさい、うん、妖精の中の妖精リューコニファー。いいね、オサみたいな感じ。アイムキングでございます。ユーアーキング。キングは私でした。大好きになってる。インディーズの妖精。インディーズ。メジャーに所属しない。インディーズでやってる妖精。逆にな。モグリの妖精。妖精もすごい。ここがね。どうでしょう、うん、まあ、はい、妖精の中の妖精、いいね、妖精の中の妖精、妖精の中の妖精にするか。いい、ありありあり、それでいこう。キングヤサ、いってこれ一番は、うんうん、妖精の中の妖精にします。いい子に、はい、邪魔します。で、続き、私の好きなことはお芝居やフルートの演奏をしたり、お庭を眺めつつ皆様に何々することです。へぇー、煽り運転眺めつつ皆さんに煽り運転。あー、煽り運転エリーコニファーやりやすいなね。何やっても絵になるから。確かに、皆様に、皆様に自分で引いたひき肉を 1g ずつプレゼントすることです。地味な作業。しかも、皆様に何々すること、お庭眺めつつなんかするんだね。そうですね、そこがね、優雅ですね。お庭を眺めつつやれること。こっちむずいな。お庭を眺めつつ、皆様に土から顔を出して挨拶することです。やっこ皆様にファルコンパンチ。いいね、PK ファイヤー、PK ファイヤー。
PK サンダーで復帰することです。PK サンダーむずいんだよね。アウッつってむずい。さあどうでしょう、うん、鬼はなんかあるか、なさはね、飛んじゃった、勢いです。飛んでっちゃった。納税。納税。偉いな。まあ、キングですからね。納税してくださいね。皆さんね、あの、すね毛をこすって、毛玉みたいにすること。いや、すね毛あるのが嫌だわ。人のやつで、あ、皆様のくるくるになるやつね。人のすね毛、それをプレゼントすんのかと思った俺。おけけの妖精になってしまう。すね毛毛玉、毛玉、皆様を老人形にすることです。いいね、いいね、それいいやん。魔王、笑顔並べつつ皆様を老人形だった。キングであり魔王だった。これ一番でも妖精の中の妖精っぽくないか。妖精の中の妖精っぽいっぽい。妖精。これでいくか。一旦老人形にしよう。一旦老人形いく。はい。じゃあ次、お紅茶の他にも弾ける作品や音楽の世界、宇月様がお持ちの何々も大好きです。大好きなんですよーこれ。何を持ってるんだ。共通の好きなもの。はい。権力。あった。いや、あるわ、多少は。御曹司様。そうですね、御曹司様ですからね。宇月様がお持ちのなんだろう、センス。そんな、まっとうな女装癖。女装癖も男だった。正解かもしれない。正解当てるゲームじゃない。せずに女装癖も大事。正解ですってなっても困るから。女装だったかもしれない。何持ってる。持ってるもの。宇月様がお持ちのあのラブライブの帰りのエピソードも大好きです。あー、はいはい。牛丼。牛丼。牛丼好きなのいけ。美味しいですよね。もうキュンキュンしています。うん、お餅のふにゃらら。うずき様がお餅のなんか洗った割り箸も大好きです。地味な感じ。売れるもんな。お餅のダメだろ、売れるやつ大好き。3周年の風化せず。3周年っぽいな。スペシャルって感じ。これちょっとどうでしょうね。一旦4枚いきますか。あ、じゃあ一応、はい、あ、いきますよ、うずこさん。相撲の稽古場。持ってんだ、1個。かっこいい。さすが、うずこさん。結構がしやすい。いいんじゃん。いって、相撲の稽古場。稽古場で行く。じゃあ、ラスト4番。3D で、ご覧いただけるに備え、椎名様に密かに何々を習いたいと思っています。なんだろうね、私に習いたい。密かに椎名さんに習いたい。すごいなって思ったので、ぜひ学びたいと。完璧なキャラに準じたあの書道のやつ。書道。書道ね。書道。あの書道、お美しい。昨日書いたこれ。あ、密かに、うん、備え、密かに室内ロケット花火。バチ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 。そかに素潜りを習いたい。素潜りの甘さんだった。俺はそかにやってるわ、だいぶ。
密漁？密漁？やってそうだけど。密漁。やってそうだけど。これダメなんだみたいな。ありそう。言ってよそれ。ダメだ。ここ誰かのとこだった。カレー作り。いや、いいね料理ね。印象ないよ、あんまりできんの料理絶対エリさんの方がうまいだろ。どうかしら。これもう椎名さん決めちゃっていいですよ。私決めちゃう、自分で。あ、じゃあ素潜りか。素潜りなんだ。なんで素潜りを押してんの。なんか素潜りの衣装着てんのいいなと思って。ウェットスーツ、ウェットスーツ、ね、森持って、ね、頭に巻いてる。じゃあちょっと一旦おさらいしますか。はい、1番が妖精の中の妖精はいいですかね。はい、で、みんな、ごめんなさい、2番が皆様に、うん、なんだっけ、ここ老人形、老人、皆様を老人形にする。こっからだいぶキャラ変わってたの。して、うずき様がお持ちの相撲のこれでよろしいですか、皆さん。金持ちだ。ああ、いいんじゃない。一旦、じゃあこれで、はい、じゃあ完成したということで、はい、じゃあ発表を改めて参りましょう。それでは、はい、エリン・コニファーさんに心を込めて読んでいただきます。それではお願いいたします。はい、皆様お帰りなさい。妖精の中の妖精、エリン・コニファーと申します。普段はお屋敷のメイドとしてお給仕をしつつ、お給仕などをしつつ、二次三次ライバーとして活動しております。私の好きなことは、お芝居やフルートの演奏をしたり、お庭を眺めつつ、皆様を老人形にすることです。急に。おぽーちゃんの他にも、弾ける作品や、音楽の世界、うずき様がお持ちの、相撲の稽古もでかい、もう大好きです。意外だな。またダンスにも興味があるので、 3D でご覧いただける日に備え、椎名様に密かに相撲振りを習いたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。 3D でね、相撲振りわかんねえな。 3D でやるつもりなんやろな。おもろいな。ダンスにも興味があるのでって言ってるからね。ダンシングスモグリン。ダンシング、ダンシング。うに、アワビ。いや、これはぜひ今後いろんな場所でもう使っていってほしいですね。本当に。そうですね。意味わかんない。わかんない。イカれたやつ来ちゃった。本当に。あの、毎配信ごとに素潜りまだってコメントが来るようになるかもしれない。老人形代のスパチャとか来るかもしれないけれども。ありがとうございます。ありがとうございます。老人形にしてやろうかいいなぁ。問1の他に問2もいただいたんですけれどもね、はい、ちょっと時間的に、ちょっとね、足りないので、またどっかでね、改めてやれたらななんていうふうに思っております。短いね。はい、短かった。はい、それでは以上で作文大喜利終了になります。エリーさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。申し訳ない。ありがとうございます。さあ、というわけで、ここまでやってきました女子校花畑大喜利大会も、あっという間ですね、エンディングの時間でございます。うん、早すぎ、はい。皆さん、いかがでしたでしょうか。ほんと早すぎて、はい、やっぱいつもやっぱ 4,5 時間やらないとそうね、そっちもそんなやってたっけ。来年はやっぱ 4,5 時間ちょっといただきたいですね。そうですね、なんかね、うん、時間がね、うん、だん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 場が温まる感じもね、また面白いですよね。今からなのよ、私ら。生煮え、生煮え。配信前にだいぶやったけどね。あの時に力を出しちゃった。確かあの時にちょっと笑っちゃったな。あの時面白かったな。やばかったもんね。過去の見えてないとこの栄光。これエリーさんちょっと今コメント見たら、結局正解は何なんだっていうふうにみんな気になってるんですけども、うずき様がお持ちのは、オスロリー賞です。ああ、なるほど。なんとなく分かったわ。女装に合ってたんだ。合ってたね。ちょっとそうですね、近いところまで。皆様を何々することです。お紅茶をお家することです。ああ、そう、つながりか。で、椎名様には側転とか。側転？はい。あと、インドとかね。インド、そういったのもね。私は？私は？私も入れたよ。
私も入れてよ。私も入れてよ。あー今使ってきたか。俺入れてよ。今から仲良くなる二人みたいな感じみたいな。じゃあそろそろお時間ですので、このステージはこれにて締めとさせていただきます。ご覧いただきありがとうございました。こちらの無料放送枠ではこの後12時半から体験授業、林道みこと流うまい酒の飲み方を配信します。ずっと昼にやる内容じゃないよね。本当ね、全員深夜なんだ。そしてニコニコ生放送の有料配信ではこの後13時から王立魔法騎士学園ステージを配信いたします。こちらの配信は現在ニコニコ生放送にてネットチケットを販売中ですので、ぜひお買い求めくださいませ。さあ、まだまだフェスは盛り上がってまいりますので、この後の配信もぜひお楽しみくださいませ。楽しんでもらえましたでしょうか。ありがとうございました。私は帰ります。それでは皆さん、またどっかの夜の配信でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。時間が アニバーサリーフェスティバル2021体験授業林道みこと流おいしい酒の飲み方講座へようこそ。ということで、改めまして鬼の女王林道みことじゃよ。まずは2時3時最終年おめでとう。みんな2時フェス楽しんでおる？コメント見えておるよ。かわいい、ありがとう。そう思われるために言ったわけじゃないんだけどな。楽しんでるみんな。ちょっとね、わらはね結構あまり終えてないんじゃけど、さっきなんかゆっくり、あ、楽しめるかもと思って CM 聞いてたら、急になんか知り合いの声流れてきて、なんか動揺しつつこの番組が始まってしまったわけなんじゃけど、今回は黒板に書いてある通り、こちらこの真っ昼間なんじゃけど、わらわ流の美味しいお酒の飲み方をみんなに伝授したいと思うぞ。まあね、お酒といってもいろいろな種類があると思うんじゃけど、今回はその中でも日本酒をメインに講座を進めていくぞ。まあその他にも、わらわが好きなウォッカとか、あと成人になったのでお酒を飲んでみたいとか、あと何を飲めばいいかわからないって者たち向けの飲みやすいお酒の紹介をしていけたらなと思っております。はい、ということで早速始めていくよ。ちょっとね、これみんなね、まだね見たことないかもしれないんだけど、見える？これチョーク、これでね黒板に字を書くことができるの。ちょっと新人の挨拶にね、わらわの名前を書きたいなと思います。りんどうみこと、どう見えるかな、字汚くて申し訳ないんだけど、すごくない？画期的だよねすごい、やった。ちょっとね、これ消すのも難しいんだけど、見てて、わらわが消すとこ。すごくない？この素晴らしいテクノロジー。わらわ興奮しすぎて、これ始まる前すごいいっぱい落書きして遊ばせてもらっちゃった。はい。ということでね、まあこれから講座を始めていこうと思うんじゃけど、まずみんなって日本酒たしなんでおるかな？まあね、よく視聴者から日本酒に興味はあるんじゃけど、まあいろいろな種類があってどれを選ぶわからんよーみたいな声をたくさんもらうので、まず最初は簡単に自分好みの日本酒を探す方法を教えようと思う。はい、ということで、まず日本酒っていうのはお米を発酵させたもので、アルコール度数はまあ大体 15-16% ぐらいなんじゃけど、まあ、日本酒の詳しい作り方まで説明していくとちょっと長くなってしまいそうなので、ここでは省かせてもらうんじゃが、みんなには日本酒選びに役立つ一つのキーワードを紹介しようと思う。それはこちら、精米歩合じゃ。みんな精米歩合ってわかる？まあね、多分日本酒を手に取ったことのあるものは見たことあるかもしれないんじゃけど、この瓶のね
裏側のラベルとかのところに精米部合何パーセントって書かれてるんじゃよ。これはお米の削り具合を表しておってね、お米のちょっと書こうかな、どうせなので、よいしょ。お米がさ、こうやってあるじゃん。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、これの一番中心、ここね、この中心部分にある心拍と呼ばれる部分を使うことによって雑味の少ない日本酒を作ることができるんじゃ。まあ、つまり精米、お米を削って形を整えて残ったお米の割合をパーセンテージで表しているということなんじゃ。で、これを削れば削るほどこの中心のね、心拍の澄んだ味の濃い部分が残るので澄んだ日本酒ができるという感じなんじゃ。で、そして多分みんながよく日本酒のパッケージとかで見たことがあるであろう、純米酒とか大吟醸とかいう、こちら、こちらのね、これは国で定められた条件を満たしたものだけが消費することができる特定名称というもので、こちらでも精米部合を確認することができるんじゃ。で、ちなみにこの表に書かれた 1,2,3,4,5,6,7,8,8つ、この8つの特定名称酒以外の清酒は普通酒と呼ばれておるんじゃ。で、そしてね、この表に注目、みんな見て、なんかあれ気になるところない？なんかおかしいところあるんじゃけど、わかるかな、みんな。みんなわかる？はい、変なところどこだ？絶対気づくはず。じっと見て、特にここら辺。わかるかな？テストに出そう。わらわテストには出るかもしれない。わかった？パーセント。そう、パーセント！こちらの、吟醸酒と純米大吟醸、あれ？あ、純米吟醸酒、こちら、あれ？パーセンテージも、香味の要件も一緒なのに、あれれれれ？こちらも、大吟醸酒と純米大吟醸酒、あれ？パーセンテージも、香味の要件も一緒なのに、なんでここ、名前が変わるの？そう、ここなんじゃよ。ここの、なんで差があるかっていうと、醸造アルコールが含まれているか含まれていないかという部分でね、ここの2つの名称が変わってくるんじゃ。で、その醸造アルコールというのは、ちょっと漢字も書いとこうか、どっか書ける場所あるかな書ける場所ないかもしれない。ここね、こちらとこちら、数字ちっちゃくて書けない、これこれはちょっとここら辺に書いとくか、読めるかな、おいしょ、てい、てい、てい、醸造だけでいっか、醸造アルコールというものが含まれており、醸造アルコールっていうのはサトウキビを原料に作られた純度の高いアルコールのことを指しているんじゃ。で、先ほどの表のこの2つじゃね。こちら、この他にも、ちょっと上を持っとくかな、こちら本醸造酒、そして特別本醸造酒、そしてこちらのね、吟醸酒と大吟醸酒がこちらに当てはまります。で、それ以外のこちら純米ってついてるね、お酒は逆に、米や、米麹、水のみで作られているということなんじゃ。ということで、それらを踏まえた上で各種類の日本酒の味わいについて説明していきたいなと思います。またこれ、また持つことになるわ。こちら一番上の本醸造酒、そして特別本醸造酒じゃね、こちらは、軽い飲み口とキリッとした、澄んだ辛口が特徴となっております。すごいね、幅の広いお酒で、食中酒としてね、すごいおすすめなお酒じゃ。で、こちらは冷やでも熱燗でも常温でも何でも楽しめるね、すごい幅の広いお酒なんじゃ。で、そしてもう一つのこちらのね、特別ってついてる方、この特別っていう風に書いてある特別本醸造酒、こちらなんじゃけど、特別な製法で作られていたり、蔵がこだわり抜いて作った一品ということなんじゃ。こちらね、はい。そして続いて、純米酒と特別純米酒、
こちらは、純米酒は、書いてある通りね、何も書かれていないんじゃけど、こちらは精米具合は決められていないんじゃけど、米だけで作られている分、ふくよかな米本来の旨味や香りを楽しむことができる素敵なお酒なんじゃ。で、そしてお米の良さを生かした日本酒なので、米が合う食べ物には何でも合う。で、飲み方は個人的にはぬるかあたりで飲むのがおすすめじゃね。うん。で、こちらの純米、特別純米酒って書いてある方は、まあ先ほどと同じ特別とついている通り、特別な製造法などで作られており、純米酒と違って、精米具合が決められており 60% 以下となっております。続いてこちらは先ほど話になっていた吟醸酒、そして純米吟醸酒、先にこっちの説明しようかな。吟醸酒と大吟醸酒で説明していきます。で、こちらは、吟醸作りと呼ばれる製法で、他のお酒たちと違って低温でゆっくり時間をかけて発酵させることで、吟醸花と呼ばれる華やかでフルーティーな香りになるんじゃね。そして先ほど説明したこちら、醸造アルコールを含まれているので、華やかながらもキリッとしていてさっぱりした味わいを味わうことができるぞ。で、わらわのおすすめの飲み方は冷やで、あとあんまりね知られていないんじゃけど、日本酒って氷を入れてロックで飲むことも結構ね通な飲み方として知られておって、こちらはねすごく氷を入れて飲むと美味しいお酒となっております。ぜひね試したことないものはこのね2つの種類で試してもらえたらなと思います。で、こちらの吟醸酒、大吟醸酒の大吟醸酒の方、こちらはまあ精米具合がねもっとより澄んだ 50% となっておりますので、よりよりこちらよりも澄んだ味わいになっております。で、そしてちょっと飛ばさせてもらったこちら、純米吟醸酒と純米大吟醸酒、こちらは、まあ、先ほどと同じ吟醸作りによって生まれた華やかでフルーティーな味わいと香り、そして純粋な米本来の旨味や風味を感じることができるぞ。あとまろやかな口当たりが特徴じゃね。うん。で、こちらも香りを楽しんでほしいので、ちょっとわらわはこちらも冷やを進めたいかなということで、この講座を見ておる者は特定名称種の名称を見るだけで特徴がある程度わかるようになったかなと思います。そして、好みの日本酒を選ぶ上で大事になってくるもう一つのワード、それはこちら、甘口と辛口。まあ、多分ね、日本酒のレビューとかでよく聞いたことあるんじゃないのかなって思うんじゃけど、こちら例えばじゃけど、まあ、お酒飲んでね、YouTube とかでもレビューとかいろいろあると思うんじゃけど、あ、このお酒結構辛口でとか、我らもね晩酌配信とか、あ、これはだいぶ辛口じゃねみたいな、あ、これは甘口じゃねみたいな話をすると思うんじゃけど、これの大きな違いはそのお酒の中に糖がどれぐらい含まれているかどうかで判断されておるんじゃ。で、好みを大きく分けるこの味なんじゃが、実は酒屋に行って日本酒を見てみても、これは甘口ですよ、辛口ですよとかって書いてあることがあんまりないんじゃね。で、まあ、例えばじゃけどお店とかでこれ飲んでみようって言って飲んでみて、あ、この甘口のお酒が好きなんだって気づいても、日本酒を探しても、え、どれが甘口でどれが辛口なのってなっちゃう子がたくさんおるんじゃよ。で、それが実はこれ分かる方法があるんじゃよね。で、日本酒瓶のラベルを見れば判断することができるんじゃ。こちら少し分かりづらいんじゃが、瓶のね裏面を見ると日本酒度と書かれた欄が明記されていて、その日本酒度平均をゼロとして、プラスであればあるほど辛口に、マイナスであればあるほど甘口になっております。ちょっと日本酒度って書かれると、みんな、え、日本酒度って何を表してるんだろうって分からなくなると思うんじゃけど、こちらは甘さ辛さを見るための指標となります。で、そしてその味わいに関係するもう一つのワード、そちらがこちら、酸度。こちらもね、多分日本酒のラベルの裏側を見て、あ、見たことあるけど酸度って酸っぱさか何かかな、なんだろうってなってるものたくさんあると思うんじゃけど、日本酒には乳酸とかいろいろな、まあそのお酒によって違うんじゃけど、酸が含まれていて、そちらの
度合いによって味わいがだいぶ変わってくるんじゃ。で、酸度が低ければさっぱりとしていたり、甘さが感じやすくなったりして、逆に高ければ濃厚な味わいになるんじゃ。だからちょっと甘い酒が飲みたい場合は酸度が低いものを選ぶといいかもしれんね。はい、だからそうじゃね、まあ、甘いものは酸度が低く、日本酒度が低いもので、辛口でキレがあるものを飲みたい場合はっていう感じで、そういう自分の好みによって分けながら確認していくと素敵なお酒が選べると思います。というわけで、ここまでの講座できっと自分好みの日本酒を選ぶ方法が分かったはずじゃ。で、今回説明しなかったもので、生酒とかムロカーとか濁り酒、冷やおろしとかいろいろあるんじゃけど、それはね、お主らがいろいろなお酒を飲んでいって、日本酒との出会いの中で自身で調べていって、調べてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで、どうじゃった、みんなここまでで日本酒のことについてわかったかな。わかった、よかった。はい、ということで、みんなもぜひ素敵な日本酒ライフを。はい、ということで、ここからが本題のわらわの飲み方講座ね。こちらはわらわが普段から飲んでいる日本酒と、わらわの大好きなウォッカの飲み方を紹介していきたいなと思います。まずはね、先ほど選び方を教えた日本酒から。で、日本酒を飲む上で大事な、味や香りを変える温度、実は日本酒の温度の名称ってすっごいたくさんあるんじゃ。このね、黒板を見てもらえばわかると思うんじゃけど、それがなんと5度刻み。すごくない？しかもね、日本の良いところはね、その温度の名称がね、すごい華やかでかっこいいんじゃね。これを覚えてたら多分日本酒通として、なんか最低常識として覚えてるものが多いのかなと思います。まあ、わらわは正直名称は覚える必要はなくて、あ、だいたいこれぐらいの温度が好きぐらいの感覚で良いと思っております。でね、わらわはこの表で言うと、だいたいぬる缶から上缶、熱缶も好きだな、でもぬる缶から熱缶手前ぐらいまでの温度が一番好きなんじゃね。なんかここら辺が一番口の中でふわーって広がって、匂いがブワーってきて、はぁ、好きってなるね。語彙が一気に失われちゃった。ふわーってする美味しい温度なんじゃね。わらわ的におすすめです。で、家で飲むときに日本酒熱缶とかにするのすごい手間じゃないってよく言われるんじゃけど、実はすごい簡単なんじゃよ。で、こちら、2、30秒レンジでチンすれば完成するんじゃね、実は。で、まあその時に必ず容器に移してラップをかけること。ラップをかけないと、あの、酒が飛んでしまって風味が失われてしまうんじゃね。で、またこちらは温度とかレンジ環境にもよるので、しっかり確認しながら温めてもらえればなと思います。で、まあつまみはあったかい日本酒に合わせるなら刺身も美味しいし、あとは我々はもつ煮とかおでんと合わせるのが大好きじゃね。で、わらわが好きなのは冷酒もしくは常温の、そうじゃな、味で言うと淡麗で辛口めな日本酒と一緒に大葉を食べることじゃ。こちらはまあそうじゃね、日本酒のキリッとした味わいの中にふわーって大葉の爽やかな風味が広がってすっごい美味しいの、本当に。まあちょっとわらわは普通に大葉単体とかでも食べちゃうんじゃけど、みんなはね、大葉料理などを作って楽しんでみてもらえればなと思います。あと冷酒、常温、熱燗、どれでもなんじゃけど、温かい汁物と合わせて飲むのがわらわはすごいおすすめ。あの、お吸い物を飲んで日本酒飲んで、お吸い物飲んで日本酒飲んでの永遠ループをし続ける。本当にあのね、お吸い物の出汁の旨味と日本酒のあの米本来の匂い、温かさがすごい、両方がいい作用をもたらしてすごい美味しいんだよ。飛ぶよ。お主ら試してみて、本当に飛ぶから。
はい、ということで飲まれる、あの普通にそのまま飲まれることの多い日本酒なんじゃけど、近年ではカクテルなんかで飲まれることも多くて、家で楽しめるものじゃと乳酸飲料とか、あとヨーグルトで割るものなどが流行っておるそうです。わらわも飲んでみてすっごい美味しかったので、ぜひ試してみてほしいなと思います。味はなんだろう、まろみのある濃厚で甘い味わいみたいな、だいぶちょっと日本酒ってちょっとお酒が苦手なものとかはお酒感が強くて飲みづらいとかもあると思うんじゃけど、すごいね甘さが強調されてすごい美味しいので、飲んでみてもらえればなと思います。そして続いてはウォッカ。わらわはまあ日本酒とね同じぐらい大好きなお酒なんじゃけど、こちらは、ロシアなどで製造されている蒸留酒で、あまり癖がないのが特徴じゃね。アルコール度数は平均すると40度ぐらいで、多分みんなも世界最大度数の96度のウォッカスピリタスとかはみんな知ってるんじゃないのかなと思います。で、このウォッカわらわはキンキンに冷やしてストレートで飲むのが大好きじゃ。で、ウォッカはアルコール度数が高い影響で冷やしても凍らず、トロトロとした舌触りになるんだよね。もうそのトロトロさがね、だいぶ飲みやすくなるので、みんなもウォッカ飲むときは一回凍らせて試してもらえればなと思います。で、ウォッカは癖が少ないので、いろんなねカクテルがあるんじゃけど、その中でわらわが好きなものを3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目、その名もモスコミュール、聞いたことあるかな。こちらはウォッカとジンジャー、ウォッカのジンジャーエール割りにライムの果汁を加えたものじゃね。で、そのライムの果汁をレモンに変えるとまた別の名前のウォッカバッグっていう名称のねカクテルになります。で、そして2つ目、続いてはセックスオンザビーチ。これはウォッカとパイナップル、そしてフランボワーズ、あとメロンでできたカクテルじゃん。まあいろいろ混ざってて、どんな味じゃろうんってなると思うんじゃけど、これはねすごいトロピカルで甘いお酒になります。すごい美味しいのでね、飲みやすいし試してもらえたら嬉しいな。で、最後はこちらブルドッグ。ウォッカとグレープフルーツでできたシンプルなカクテルで、わらわが一番好きなカクテルじゃ。で、グラスのね、この縁のところにお塩がついてるものがあるんだけど、そちらはソルティードッグという名称になるんじゃね。こうやってグラスを回しながら塩を口に含めて飲むんだけど、すごいね、もうだって塩ってもうただのおつまみだから、もうこの一杯で完成してるんじゃね。ソルティードッグって、ブルドッグとソルティードッグ、わらわが大好きなカクテルなので、ぜひ試してもらえればなと思います。で、ウォッカを飲むときはわらわは洋食を食べることが多いかな。で、そうじゃね、合わせるもので言えば生ハムとか、あとサーモンとかチーズを合わせることがわらわは多いです。で、あとウォッカにすごい合うものとして、ドライフルーツとかがウォッカとすごい合うんじゃけど、ドライフルーツ自体を食べることがあまりないから、ちょっとあんまり試したことはないんだけど、すごい美味しいので試してみてください。まあ度数は高いけど癖が少なく、割り方によってはすごい飲みやすいお酒なので、チャレンジしてみてもらえたら嬉しいなと思います。ただ本当に飲みやすいけど、酔いを回りやすいので注意じゃよ。はい、そしてやっとここからは、日本酒初心者や、あ、日本酒じゃない、お酒初心者や、お酒が苦手だけど飲みたいというものにおすすめなお酒の飲み方を紹介したいと思います。まあね、多分お酒が苦手なものって、酒特有のアルコール臭が苦手だと思うので、度数が低く飲みやすいものを優先しておすすめしていきたいと思います。まず最初に紹介するのはこちら、梅酒。まあそのままでもすごく美味しいんだけど、度数がねそんなに低くないので、まあ初心者や苦手なものには飲みづらいかもしれない。そんなものたちにおすすめな飲み方はソーダ割り。まあ炭酸で割ることによってジュースのようにごくごく飲めるのが特徴じゃん。で、こちら炭酸水じゃなくて、甘いソーダなので割ることでもっともっと飲みやすくなるので、試してもらえればなと思います。で、炭酸が苦手なものは梅ジュース割りをしてもらえれば、梅の風味を失うことなく、度数を下げて飲むことができるのでおすすめじゃ。
で、まあ、こちらはね他のフルーツリキュールに、同じフルーツのジュースを割ることで、美味しく飲めるので同じ手法でリキュールでも試してもらえればなと思います。あと紅茶割りなんかもね美味しいのでぜひ梅酒がね梅とかが好きだったら試してもらえればなと思います。そして梅が苦手なものはこちら先週イベントだったチョコレートリキュール、こちらもねまあ度数が高いので高いというか低くはないので割り方を紹介していきます。一つ目は定番の牛乳割り、生クリームを混ぜることで濃厚なスイーツとしても楽しめることができるぞ。そして一押しはココア割り、ココアと割ることで濃厚なチョコレートドリンクにすることができます。はい、ということでまあ今までねお話した、飲み方が両方好みじゃなかったり苦手なもので酒を感じずに酔ってみたいみたいなものは好きな飲み物にほんの少量ウォッカを入れてみたらアルコール度数はね、まあ、高いのでほんの少量でもちゃんと多分酔えると思うので試してもらえればなと思います。まあ最初はすごい強いお酒なので99対1の割合から始めて度数を見極めて飲んでいってもらえればなと思います。はい、ということでこれにて林道美琴流美味しいお酒の飲み方講座を終わろうと思うんじゃが、どうだったじゃろうか。なんかね最後だいぶ時間巻きで駆け足になっちゃったんじゃけど、みんなのお酒ライフの手助けになったかな。はい、ということでまあこのね約30分間で語れなかったこともたくさんあるので、続きはわらわのチャンネルにて。はい、ということでぜひね晩酌配信とかもたくさんしておるので興味があれば見に来てください。続いては王立魔法騎士学院ステージじゃ、楽しみ、お楽しみに。ということで、ここまでお送りしたのは二次三次所属鬼の城林道美琴じゃった。見てくれてありがとう、また会おうな、さようならじゃ。まいもとIn 2021! はい、というわけで始まりました前戻りキッチ出張版 in 二次フェス2021。よし、始まりました。始まりました。はい、お願いします。というわけで改めまして23所属前戻り圭介と23所属上利休止でございます。よろしくお願いいたします。はい、本ステージは私前本圭介と城力一がお届けするラジオ番組前本力一の二次フェス出張版でございます。ん、本日はスペシャルなゲストをお招きして投稿したいと思っております。このイベントのハッシュタグは、全部一緒なんですけども、はい、ハッシュタグ二次フェス2021、二次フェス2021、ぜひこのタグをつけて SNS 等でたくさん一緒に盛り上げてください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ早くもトレンド1位ということで、早いね。早いっすね、うん、もうなんだろう、朝からずっともうこの話題で持ちっきりですからね。緊張感がある。緊張感がある。もう家も早かった。こんな背景も普段通りでもう逆にさっきもうねこの枠特別みたいな感じが出てた中からの日常に戻る感じ。メイフを返せと言いますどこに行ったメイプ、まあね、もう有料の方で楽しんでいただければなと思うんですけども、まあ私の方は無料でねしっかりお届けしていきたいんですけども、前戻り記事早くも2回目の出番、うん、そうですね、早い。お互い2回目ですか。はい、まあ私の方は、まあ、直前特番の方の MC だったんで、うん、正確に言えば、まあ、これフェスの一番最初なんですけども、はい、リリーさん1時間前にもう大喜利やって帰ってきてるからもう情緒が迷子よ今。もう正直ね、あんなカロリーの高いものいきなり朝一でかましてくるなんて、ね、なかったねあれね。もうやっぱねすごいですよね、やっぱ紐垂れてるんだなと思いましたまあでもねたくさん呼んでいただいてありがたいというこなんですけども、うん、はい、本当そうです、はい、果たしてゲスト誰なんでしょうか。はい、ね、割と特殊ですよね今度、今日はね。そうです ね、本当に、うん、もう初めてじゃない、お便り募集しないでやってんのかな。フリートーク会とかあるけど、フリートーク会も一応トークテーマみたいなのが募集もらったりしてたから、そういう意味では本当に初めてのスタイルでの前戻りキッチンとなりますね。はい、はい、よろしくお願いいたします。行きましょう。まあ、ゲストはねこれ真ん中のワニがヒントということで、はい、はい、ということは強くなれる理由を知るのか、理由を知るのか果たして
お楽しみにということで行きましょう。はい、それではオープニングトークの方はこれくらいにしておいて早速始めていきましょう。前戻り基地出張版 in 二次フェス2021スタートでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけども、はい、ゲストの方をお招きしたいと思います。はい、お願いします。お呼びいたしましょう。本日のゲスト、この方です。はい、どうも、二次三次を運営しております一から株式会社代表取締役 CEO の田澄と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日は特別ゲストとして田澄社長にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。お久しぶりですね。そうですね、そうですね、焼き肉食って以来ですね。俺そうですね、そうですね、プライベートですけど、それは麻雀のつながりが、はい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 、一緒にありましてね、めちゃくちゃ強かったっていう。そうです。もう僕が配信出るとき必ず前本さん一緒に出てますから、ね、大体一緒にしますね共演 100%、はい、共演率がものすごいことになってますけども、池内さんと田澄さん、ほっぽ面識がない中で田澄用済み的なことを言ってるというそういう状態なんで今背筋が伸びてますね、うん、いや全然全然こすらせていただいて、いや俺ね、ありがたかったです。ありがたいんですか。ありがたいし、あ、やっぱ見られてる、見られてるんだと思ったし今日のオープニングで俺たちの顔が引きつるいや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 、今日は使わせていただいて、服もジョイマンで着ていただいて、いや違う違う、たまたまジョイマン意識で、たまたま知るシャツでありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、リキッさんと田澄さんは配信上では初めまして。本当そうですね、まあ、それはそうですよね。ほとんどそうなんですよ。あた、まあ、当たり前のように、まあ、共演ですねみたいなこと言ってますけど、共演者の方が少ないですから、少ないですからね圧倒的に少ないです。なんていうか、やっぱりこうファンタジーっていうか伝説の生き物みたいな感じで、ね、そうですね。だからいらっしゃるんだみたいな、まあまあまあ、そういう表にはね、あんま出ないですよね、はい。まあでも今回は私たちの方から特別ゲストどうしようかって、あのね、なんだろう、この企画が持ち上がった当初に2人でやるかゲストを誰かお呼びするかみたいなので、うん、まず話し合いがあって、いや、さすがにやっぱ3周年イベントだし、しっかりとね、なんかゲストをお呼びしたいよねって。そうですね、あれかな、3周年記念っていうと逆にむずいなって思って、はいはい、でっかく行こうぜみたいになっちゃって、ね、割と無茶振りかもしれないけど、いやいやいや、可能ですかって言ったら、はいはい、OK みたいな、ありがたいんですけど、いや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 、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こちらこそ。実際どうでした？オファー来た時。いや、まあ、また前本さんかっていう。っていうのはありましたけど、やっぱりまあ、安心感ありますよね。やっぱ一回やって、なんていうんですかね、こういう流れで配信やるんだとか。うん、まあ、大体小前本さんがこう回してくれるじゃないですか、いろいろ。なんで、ちょっと気楽にはいけます、ね。ああ、ありがとうございます。いや、でもね、本当にもう何回もお話しさせていただいて、まあ、今回はそれを表で突っ込んでいくって感じなので、肉食いながらしたあの夢の話を、夢のある話を。焼き肉を食べ、お酒を飲み、こうなっていくんですかねみたいなのを話したんですけど、うんうん、今回はそれを二次フェスという場で、ちょっといろいろ話していこうかなと思っておりますので、そうですね、ぜひ。楽しみいただければなと思います。それではフリートークはこのくらいにしておいて、これからは田澄さんにいろいろなお話を伺っていきたいと思います。田澄さんどうぞよろしくお願いします。ああ、します、はい、というわけで一つ目のトークテーマ早速いきましょうか。一つ目のトークのお題はこちらです。ドン、はい、アプリ開発事業から切り替えを決めたきっかけについて。あ、はいはいはい、まあ、今日こういうガイアの夜明けみたいな感じで行くのね今日はね。だからね、今日はね、このね、まあ、おちゃらけた二人ですけども、まあ、私たちは正直でも今回はおちゃらけもそこそこにして、はいはいはい、ちょっとやっぱり聞きたいことってありますもんね、たくさんありますから、うん、なのでこうちょっと、ね、突っ込んだ話とかもして、なるほどなるほど、はい、そうですね。これの回答ってもうなかなかふざけようがないじゃないですからね。だって今知らない人も多いわけじゃないですか。そうですね、二次三次っていうか一からといえば二次三次を運営している、まあ、事務所って形に見られることが多くて、はいはいはい、でもスタートはやっぱ違ったよね、うんうん、だからこれどうだったんでしょうか。はい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 、はい、そうですね、やっぱりまさに今こう今日3周年フェスやってるっていうところで、まあ、3年ぐらい前ぐらいですかね、はい、まあ、アプリを開発して、じゃあ1期生をデビューしようとこういう話をして、こうデビューしてみて、はい、こうやっぱりファンの方々だったりとか視聴者の方々からすごいこう期待がやっぱ思ったよりも期待がこう寄せられて、やっぱこれをこ
こう支えていかなきゃいけないなっていうのをすごく強く感じましたと。っていうのがあった上で、やっぱりこう、まあ、僕ってまあどっちかというとこう IT とかそのアプリケーションの開発とかそっち側でこうやっていこうっていう思いでまあ起業したものの、はい、こうやっぱりこうなんていうんですかね、そういったこう生配信だったりとかそういう、まあ、コンテンツを出してみたときに、はい、ファンの方がこう期待が多く寄せられたっていうのが一番こう大きな、きっかけだったのかなって。やっぱりあの時期のこの VTuber 界隈ってすごい目まぐるしくこう、はい、世の中が動いてたじゃないですか。そうですね、本当に個人税であったり企業税も、うん、まあ、我々のね二次三次もまあそうだったんですけど、タイミング的には本当にたくさんの企業さんが一斉にバッて来たりして、うん、本当にすごいなんか界隈が一気にざわついた時間でした、ね、いやそうだったんです。だからアプリ開発をしていた時は、はい、まだその波がまだこうさざ波ぐらいだった、うん、でアプリを開発して、まあ、もうすぐこうまあなんていうんですかね、簡単に使える状態でリリースできるよっていうのがあった時に、はい、どっとこう、まあ2017年末ですかね、はい、あのいわゆる四天王だったりとか、うん、ああいったところがバーッと出てきて、はい、っていう時にで、まあうちらこれ2、3時でデビューしようってなって、うん、リリースしてみたらこうすごい期待が寄せられるっていう状態になって、それがもうなんていうんですかね、僕の想定外だったというか、はい、想定をはるかに超えたっていうのがすごく一番でかかったですかね、うん、そうです、うん、本当にあの時期、まあ、ファンでしたけども、ファン目線で見てもやっぱなんかものすごいうねりを感じてる、ね、うん、ビッグウェーブがね、ビッグウェーブ、うん、本当にその中に2時3時ってものが飛び込んできて、どうなるんだろうと思ったら2時3時自体がうねりになるんだっていう感じでしたから、うん、すごかったですよ、本当に、うん、こういうタイミングだったんだなって、うん、で今多分2時3時っていう文化が始まってからもう、まあ、今日でね本当にもう3周年イベントやってるわけですから3年経ってて、で本当にいろんなタイミングでお客さんが知る時間が増えてきたというか、そういうのを感じてるし、もちろんこのアプリ開発事業っていうものを知らなかった方もたくさんいると思うので、うん、だからこの機会に触れられることができてよかったっすよね。そうですね、うん、なんか勇気出したんですか、やっぱりその帰るぞっていう時。いやもう何の迷いもなかったです。いやもうこれやるしかねえっていう、うん、決心というか、まあ、出した瞬間ですかね、うん、っていう感じではありました、ね、本当ね、まあ、さっきからねちょいちょいいじってはいるんですけど、うん、すごい人なんですね。いや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 本当にでもなんかちょっとまだあの今のなんか段階でまだちょっと嬉しいなと思ってるのが、今の二次三次アプリにもちょっと僕が作った痕跡が残ってる。あ、ちょっとまだここでもなんか残ってて嬉しいなっていうのは思ってたりしますね。ちなみにどの辺に残ってるんですか？あのなんか細かいところ言うとあれなんですけど、前回のアップデートで消えちゃった部分とかもあるんですよ。あらアップデートとか公表してない話かもしれないですけど、はい、そういう、ね、いつの間にか消えてるんですか？あ、いや、あのむしろこの間のアップデートの時に残ってるってことを聞いて、うん、あ、え、残ってるんだ、逆にそう、あ、そうなの、もうすっかり自分の中では消えてしまったかもしれない。いやもう全然、うん、そっからなんか全然変わってるもんかなと思ってたんですよ。ああ、なるほど、痕跡が残ってる。でもそういうのが残ってたり、まあもしかしたらずっと残り続けるものもあるかも。はいはいはい、あるでしょうね、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ続いて2つ目のトークテーマいきましょうか。はい、いきましょう。では続いてのお題こちらです、お願いします、はい、好きな配信、これはやられたと思った配信や企画。いやまあもうチェックされてるぞということはね、あの我々分かってしまいましたからね、ますから、マジでたくさんねご覧になってると思うんですけれどもね、うん、どうでしょう好きな配信。いやこれなんかちょっとな忖度じゃないですけど、はい、まあ、PR になっちゃうかもしれないっていうのも含めてちょっと恐縮なんですけど、はい、やっぱりあのおほう配信ですね、夢蔵の あ, あれが、はい、最高すぎて、はい、やっぱ なんていうんですかね、こう二三時のそのライバーさんって案件をいただくってことよくあるじゃないですか。はい、ありますね。で、うん、僕らってまあ一応受ける側としてこれまで案件をこう、まあ、やってきたというか、はい、っていう部分もあると思うんですけど、初めてこう、はい、まあ、夢のグラフィティって僕らでこう作ってるサービスなんですけど、それを面白おかしくこう紹介していただいて、あのなんていうんですか、タイアップとかをいただけるクライアントさんってこういう気持ちなんだ、その紹介してもらってこんな気持ちになるんだっていう方向を、まあ、すごく感じられたのが、すごい嬉しかったっていうんですかね、そのなんていうんですかね、うん、もちろんその配信自体もすごい面白いし、あのパッケージ自体天才的だなっていうのも思うんですけど、はい、逆にそのクライアント側の立場の気持ちがよく分かった配信だなっていうのをすごく。なるほど、ね、なるほど、確かにそうで
我々は今、まあ、正直ね、本当にプロモーションであったりでこう他のね企業さんのやつを紹介する機会がありますね、多いし、うん、あれなんですけど、そうか、そうですね、そういう立場あんまり感じたことなかったですね。でもあのおほうを聞いたときに200が全然たまんなかった。もうおほうかみたいな。おほうかあれはですね、あの、まあ、おほう配信ね、まあちょっとね、まあ我々の配信なんで説明させていただくとですね、はい、まあ弊社一からが運営しているまあ二次産地とは別のサービスである夢のグラビアというサービスがありまして、こちらはバーチャル空間でね、あの他のそのスタッフさんとお話できる、ゲストとして入ってスタッフさんといろいろね何分間かお話できるっていうサービスになってるんですけども、はい、こちらの方をまあ一回ね体験としてマイモさんがゲストとして社員さんが入ってるところに、ね、まあちょっと体験しませんかって感じで一回行かせていただいて、はい、めちゃくちゃ面白かったからぜひ本サービスの方もやらせてもらえないかっていうのを、うん、まあちょっと夢倉さんの方にお願いしたところ、はい、あぜひよろしくお願いしますって形で、まあ、紹介配信をさせていただくことになったんで、まあ、結構あの他のライバーさんもこう、ね、はい、夢ぐらい遊びに行ってる時期ではありましたけれども、大体同じ時期その中で異彩を放つね、その前本圭介が、はい、キャストさんとなんか、ね、おしゃべりをして一人で限界になってる様子を前本記事で、はい、あの一時停止しながら見ようじゃないかというところ で、 そうですね、はい、であの夢蔵でもう隣に来てくれるんですよね、うん、キャストさんがね途中から そうですね、はい、その時に前本圭介の心の底から出たのがおおそしてそれがもうトップの耳にまで届いているというこの響き渡ってますよ、一番周知のボイスです、あれは一番、ね、あの男として一番残っちゃいけないボイスがあの世に出て社長が聞いてたって言ったから、おほう配信って最初言ってたからおほう配信ってあれのもう代名詞なんだ、ニックネームなんだっていう、夢蔵配信じゃないんだもん、おほう配信、おほう配信、いやそれ分かりやすいかなっていやでもね本当ね、なんか我々としてもやってみて手応えがあった配信ではあったし、なんかうまくプロモーションできたなっていう手応えもあったんですよね、正直、はいはいはい、あの夢蔵っていうものをなんか俯瞰的に見れた目線と、うん、直接的に見てるんですよ、うん、いわゆる第一人称というか二人称とか、はい、まあ、この目線で見てるやつを同時に映してたっていうのは割と大きかったなと思ったので、なんか楽しかったですな。いやだからまさに夢蔵を紹介するのに、うん、あのまあ止めるスタイルじゃない、止めて、はい、あの力さんが突っ込んでみたいなスタイルが、はいはい、あすげえな、なんかこうこれを夢蔵をこういう風な配信にできるんだ、紹介できるんだっていうのが感動的だったっていうのがすごいあります。ありがとうございます。嬉しいですね。あれはですね、もうね、V でもらったわけですよ、私の方。まあ、最初の予定だと、あれは普通に動画としてポンって投げるつもりだったんだけど。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、俺が自分で V チェックしてるときに、これはただ動画として出したらしんどくないかってなって、力さんに、力さん、一緒になんか、まるまる食堂スタイルでやらんか。いやそうですね、平坦でした。あれあのまま出したらちょっとクライアントも渋い顔だね。クライアントも渋い顔だし、黒石はずっと暗い顔だったんです。でもね、本当に世に出せてよかったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいてありがとうございます。そしてでは第3番目の3つ目、こちらのトークテーマに行きたいと思います。こちらになります。ドン、はい、お、これからの1からはどこまで行くのか、うんうん、確かにあの、まあ、今話していたように夢のグラフィアっていうサービスがあって、で、まあ、二次三次っていうものがあって、で、スリーっていうアイドルグループもあって、うん、で、まあ、だから本当にたくさんいろんなこと、例えばこれ海外事業であってもそうなんですけども、たくさんいろんなことやってますけども、これからどうなっていきますかね。はい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 、うん、まあ、結構なんか抽象的な回答にはなっちゃうかもしれないんですけど、はい、やっぱりこういったこのバーチャルの文化っていうんですかね、はい、まあ、そういったものってやっぱりこう日本が生み出していけるコンテンツとしては、はい、やっぱりこう特徴的だと思ってるんですね。やっぱり日本のコンテンツ、日本のこういったバーチャル文化っていうコンテンツがやっぱ日本発祥で、うん、来ているっていうのはすごいこう特徴的だなと思っていて、はい、まあ、こうすごい大きな夢としてはやっぱりこうそういったバーチャルの文化っていうところで、うん、まあ、せっまあ、日本を代表する世界的な企業になりたいなというのは大きな夢として思っていますと、うんうん、でそうですね、やっぱり、うん、まあ、その中で、じゃあ VTuber をこう海外でも
受け入れてもらえるように、うん、まあ、展開していこうっていうところだったりとか、イメノグラフィアみたいな、こう、まあ、バーチャル文化の中でも、はい、また違った体験の質っていうんですか、1対1っていう、うん、まあ、そういったところも、まあ、目先こう新規事業としてやってたりとか、そういうところはやっぱありますね、はい、今日もそのトレンド1位にっていうふうにね、うん、こうやって二次フェスってこうひらがなの二次っていうのがトレンドに上がることっていうのは、はい、うん、珍しいことではなくなっていましたけれども、うん、それでもまだやっぱり VTuber ってっていうところでありますもんね、なんかまだこう浸透しないっていうか、うん、それこそちょっとさっき聞きましたけど、やっぱりあの VTuber とか一からって何ですかっていうのをものすごい何回も説明なさってるっていうのを聞きまして、で、あのいろんなとこにこう例えばそのバラエティのやつとかで工場とかに行くたびにまずこの説明から始まるみたいな、これはね、どうやってやっていけばいいんだろう、ライバーは何か力になれますかね、そういうところ、はい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 、うん、やっぱりこうなんていうんですかね、二次三次も含めてこの VTuber の文化ってこう、まあ、3周年って言ってますけど、まあ、長いようで、はい、まあ、まだまだこう短い、まあ、長い目で見たらまだまだ短いのかなっていうのを思っていて、うん、まあ、そういった意味で、うん、じゃあいろんなこう他のエンタメのコンテンツ、はい、の中で、まあ、3年っていうとまだまだこれから先が、あるのかなと、うん、っていうか、まあ、どちらかというと、まあ、そういった長く愛され続けるようなコンテンツにしていかなきゃいけないのかなっていう、はい、いうふうには思っていて、まあ、そういった意味で、うん、僕がよく言ってるのはこの VTuber っていうのを文化にしていきたいと、うん、まあ、まあ、3周年っていうところだけれども、うん、こういったところが、まあ、なんていうんですかね、流行だったりとか、はい、そういうところでとどまらずに、うん、文化として長期的に愛されるコンテンツにしたいとこういうふうに思っていて、まあ、そういう観点でやっぱりライバーさんの個々のやっぱりそのファンの方を魅了するコンテンツ作りっていうのは、うん、非常に重要になってくるなというのは思っているので、うん、まあ、そういったまあ、お力というか、はい、そういったところは重要になるんじゃないかなっていうのはすごく思っているところです、ね、でもそうですね、本当に、まあ、さっきも言ったように3年っていうのは早い月日だったし、うん、まあ、でもやってたら長かった、いやそうですね、本当に長かった、僕らからしたらめちゃめちゃ長いです、ね、長かったですよねって感じる月日なんですけども、はい、まだまだやっぱ文化として根付かせるにはこれからの、うん、まだファーストステップなんだよねっていう、でこの二次フェスも正直この一歩目なんだよねっていうのもやっぱやってて感じますし、うんうん、スタッフさんの感じも見ててもこの一歩目を大事にしていきたいんだっていうのをすごく強く感じてるので、あ、やっぱ根付かせたいんだよねっていうのをライバー側からしてもやっぱ強く感じてますよ、うん、そうですね、うん、どこまで行ったら根付くっていう風になるのかな、はいはいはい、以上ありますかね、うん、やっぱり、まあ、本当に細かい話にどんどんなっていきますけれども、はい、やっぱこう世代を超えて愛されるっていうところが一つその文化として定着するっていうところに紐づいてくるんじゃないかなっていうのを思っていて、はい、まあ、今やっぱりこの中心となっているのはまあ、いわゆる20代とか、まあ、その 前後っていうところがまあ中心にはなっていると思ってて、それが、はい、じゃあ30歳40歳になって、うん、じゃあその下の中高生みたいな、うん、方々もよりいい楽しんでもらって、うん、一世代こうジェネレーションが離れてても両方こう、うん、まあ、好きな人たちがいるっていうような、なんていうんですかね、まあ、ユーザーのこう分布っていうんですかね、はい、になっていれば、まあ、そういったこのなんていうんですかね、文化になっていくっていうところがなっていけるんじゃないかなと思ってますね。だからやっぱりお父さんに、うん、息子のスマホ見て、うん、お前前モデルデジナー聞いてんのか学生の頃よく聞いたよ俺も、はい、そうだね、そのくらいだから20年30年とやっぱね、うん、離れてても分かったりするものになってほしいですよね、うん、でも今思い出したけどうちの親父が最近前モデルデジナー聞いてる楽しいもんね、はいはいはい、まあね、以前からうちの弟はもうすっかり VTuber ファンなんだよっていう話をしてたんですけど、うん、最近それがまあ家族中にまあ、伝わっちゃいまして、はい、まあ、私ね、もう公言してますから、家族には、VTuber やってるよって言ってるんですけども、はい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 、そしたら、もう家の大画面で、前元家に動きないやつ。動きないやつが。前元家では文化になってる。文化うちではもうしっかり根付いたけど、もう何世代にも渡ってる。いいロールモデルなのかもしれないね。なるほど、日本中が前元家になっていくというのが、ね、まあ、いずれそうなってくれる。うちからのビジョンなのかもしれません。はい、だからまあね、うちのまあ親父とかも割と二次三次であったり、他のね、例えば司の配信とかも見てますから、展開さん、だからそういう感じでなんか波及していくもんなんだなっていうのは強く感じてるんでね、
かライバーとしてもこれから波及していけるようにね、うん、たくさんいろんなコンテンツ作っていければなとは思ってますね。そうですね、やっぱりこうここやっぱ数年って、うん、まあ3年の中でも本当の直近の直近で言うとどんどんやっぱり層も広がってきてますし、はい、あのそういったところで、まあ、兆しはどんどん見えてきてるのかなって、はい、そう思ってます、うん、まあ、ネットに近いから20代だったりその辺の人たちが多いっていうのはあると思うので、うん、ここから先ね、そうですね、より一般的な文化に馴染んでいけるように、そのためにはやっぱりちょっとネットを離れていかなきゃいけないのかなみたいな気もするし、献血に行こうみたいなのがやっぱりなってるのかなとかね、名取り的な動き、うん、いろんな道がありそうな気がしますね。まあでも本当にいろんなサービスありますし、エンターテインメントって言っても、まあなんか我々がやっているような YouTube ってだけじゃなくて、なんか本当にいろんなサービスがあるから、うん、なんかこれからねどん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 いろんな文化にエンターテインメントに波及していけたらいいですよね。そうですね、うん、ぜひ田澄さんには我々をクラブハウスに招待してくださいか、僕から招待した方がいいですよね、あれはね、いただきたいです。さあじゃあ次ラストですかね、はい、最後の質問でございます、はい、お願いいたします。こちらです、はい、1万人を超えた VTuber の中で今から始める人、オーディションへ臨む人へのアドバイス、うん、おお、はい、そうですね、もうついに1万人を超えた VTuber と、まあ、肩書きを持つ方々、うん、で、まあ、これからね先、まあ、二次三次のオーディションもまだずっとやってますし、これから先個人勢としても今からやってみようかなっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、その点を、まあ、一から運営する立場である田澄さんからなんかこうしたらいいんじゃないかとか、はいはいはい、まあ、こういう気持ちで挑んだらいいんじゃないかとか、うん、あとはまあ正直経営者としての目線でもいいので、はいはいはい、うん、教えていただければ。なるほどなるほど、うん、そうですね、うん、そのなんていうんですかね、どちらかというとこう割と真面目な、はいはい、まあ、アドバイスっていうとあれですけど、うん、まあ、アドバイスとして、うん、あるのかなと思ってるのはやっぱり、まあ、さっきの話で言うと、まあ、まだまだ この先長い VTuber 文化を作っていくっていうところもありつつ、はい、うん、やっぱり世の中にはもうこうしっかりこう活躍されてる VTuber の方々ってたくさんいて、はい、今から始めるっていうとやっぱり後発になる、まあ、もうどうしても後発にはなると思うんですよね。そうですね、うん、っていうふうに考えると、うん、やっぱり後発の戦略としては、うん、やっぱこう差別化の戦略っていうのはすごい重要なんだろうなと、うん、いうのは思ってます。確かに、うん、やっぱりこう、まあ、よくあるあるで言うとやっぱりこう、まあ、もちろんその戦略ももちろん重要だと思ってますし、うん、必要だと思ってるんですけど、はい、やっぱりこう長いものに巻かれる戦略じゃないですけど、もう流行ってるコンテンツをどんどんやっていこうっていうところってあったりするじゃないですか、まあ、はい、まあ、そういうところはまあ、良いとは思いつつも、うん、まあ、自分ならではの、うん、今こうまだ VTuber の方々の中で、うん、誰も自分の特徴、自分が持ってるような特徴を持ってないとか、うん、こういった何ですかね、ファンに愛される要素を持ってないとか、うん、そういったところを自分の中でこう、まあ、作ってみて、それをこうしっかりと押し出していくっていうところが重要なんじゃないかなと、うん、こういうのはやっぱり思ってたりしますね。こうなんか2時3時のオーディションがどうちゃらっていう話というよりかは VTuber を始める中でっていうところは、うん、そんなところですかね。まあ確かにそうですよね、うん、まあ、我々もねライバーの立場としてやっぱ自分のポジションというか、うん、自分ってなんだろうっていうのはずっとやっぱ考えながら活動していて、いや、うん、これを、まあ、ちょっと回答を考えつつ思ってたのはやっぱりお二人もそういったこう経緯を歩んできてるんだろうなっていうのはすごく思ってて、うん、やっぱりこう、まあ、VTuber っていうと可愛いとかなんてかっこいいとか、うん、そういった、層がこう、まあ、たくさんいた中で、うん、やっぱりこう路線としては大人に好かれやすいというか、うん、まあまあちょっと、うん、まあ、言い方語弊あるかもしれないですけど、はい、そういったこう一部こう差別化して、はい、受け入れられるようにってどんどんやってったわけじゃないですか。そうですね。そこでやっぱこう勝ち取ったものっていうのはすごく大きいんだろうなっていうのは思ってます、ね。そうですね。正直隙間産業かなと思う。まあ、いろんなレストランがいっぱい立ってるから、うん、ちっちゃいけど居酒屋作ってみようみたいな。意外と居酒屋が好きだった。居酒屋がいいんじゃない？来たっていうのは。でもそういうのは感じますけど、うんうんうん、でも。やっぱ活動通じてて個性を出すっていうのはすごく難しいことだし、うん、で自分がこれやりたいと思っててもやっぱどうしても淘汰されやすいというか、うん、どうしてもねなんか大衆の流れがこう大きなうねりがあったらちょっと流されてしまったりだとかそういうのはあるので、うん、難しいん
では思うんですけども、やっぱりでも自分を見つめ返した時に何が大事だったんだろうってなったら、あ、俺は多分ここの部分で他のライバーと違う部分を出せてたから、ちゃんとなんかこういう仕事であったりだとかはできてるんだろうなっていうのを感じたりするので、なんかそれは個人も多分ライバー、まあ二次三次ライバーっていう立場ですけども、そんな変わらないと思うので、これはぜひその俺からも、これからなんか VTuber になりたいって方には意識してほしいかなと思いますね。うん、逆になんか力士さんこう、うん、アドバイスみたいな。そうですね、めげずに続けるいやそうね、本当にね、なんか思ったほどじゃないよ、うん、最初っていうのはですね、うん、特に後発になればなるほどやっぱり、うん、もうみんな大体この人見るこの人見る決まってたりね、はい、でやっぱり流行ってるコンテンツっていうのはどうしてもパイの奪い合いになるから、うん、なんとなくやっぱりね思ったほどじゃない時間って絶対あるよねっていうので、なんで半年とか1年とかとりあえず続けてみようみたいな、うん、ところなんじゃねえかな気がしますね、うんうん、オーディションもね難しいですよね。難しいですよね。今どんな人を欲してるのかってこんなギラギラした質問分かんないけど、分かんないよね、うん、どうなんでしょうね。まあいつも我々はまあ新しく新人が来るよっていうのをお知らせもらってから割とドキドキして、はいはいはい、まあ、会話であったりだとか、まあ、初配信を見守ったりするんですけども、うん、やっぱああこういう子なんだってデビューしてから気づきます、ね、はい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 、運営さんはまあそれ以上にたくさんの方を見てらっしゃいますから、うん、難しいだろうなと。はい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 、うん、内部でしかわからないものもあるしね、はい、うん、まあでも基本的にはやっぱりこう VTuber をやっていくっていうところで、うん、まあ変わる、まあもちろんあの二次三次ならではの部分もあったりはすると思うんですけど、はい、まあ、VTuber として活動していく中では基本的にそういった観点はまあ変わらないのかなっていうのはすごく思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひこれから先ね、まあデビューするであったりオーディションを受けてみるであったり、いろんな形で、まあ、VTuber になりたいって方いらっしゃるかもしれないんですけども、ぜひ参考にしていただければなと思います。そうですね、でぜひいつかね一緒に仕事ができたら、ね、今ものすごい話聞いたけども、うん、反面、うん、結構シビアな話題だとなっていう気もしました今、うんうん、まあでもそういう時代が来たのも事実だし、でもやっぱ爪痕残せてるやつは残せてるんだよねとも思う、うん、正直そうですね、うん、特にあの個人でやってる人なんて、うん、あのパーンと跳ねる瞬間って一瞬じゃないですか、うん、ね、コインがひっくり返るみたいな感じで、うん、ある日急にみたいなところがあったりしますからね、はい、なのでぜひいろいろな形で、なんか VTuber やってみてください。よろしくお願いいたします。というわけで残念ながらお時間の方が迫ってきたようですので、たずみさんとのトークの時間は以上となります。はい、はい、いかがだったでしょうか。いやーなんか難しいね。これ回答がやっぱ難しいなっていう ね, ね, ね、やっぱこう大衆の面前っていうのもありつつ、うん、なんか普段のように話しすぎるとちょっとなんていうんですかね、ビジネスすぎるっていうのもありますし、うん、ちょっとこう見てる人もああなるほどっていう観点で話さなきゃいけないってやっぱ難しい、はい、ちょっと難しいですね。でもなんかあの、うん、僕の中でもなんていうんですかね、あのこういうことを言えてよかったなっていうのも。よかった、ありがとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。何か今日あの二次フェスを楽しんでらっしゃるこの視聴者の方々に、うん、なんかメッセージ的なものがありますか。振り前振りだなすいません、台本にないことなんですけど気持ちがエモくなっちゃってなんかないかなそうですね、やっぱりこの今の瞬間をこう一緒に過ごせてるっていうことってすごいやっぱ貴重な、僕らにとってもやっぱ貴重なことですし、はい、まあ、ファンの方々同士も貴重なことなのかなっていうのも思うと、うん、やっぱり同じコンテンツ同じ時間を過ごしながらやっぱ、楽しみながら、うん、入れるっていうところを、まあ、大事にしてもらって、うん、まあ、イベントをちょっと楽しんでいただけたらなというふうに思っております。ありがとうございます。天山さん、俺はね改めましたよ。何、タズミウィズミでいきますね、用済みじゃなくてね、もう用済みまずとんでもない、まあ、よかったよかった、用済みかと思ってたから、あの部分アーカイブカットしよう、カットしよう今からでも差し替えよう、差し替えよう、ウィズミウィズミやっていこうと思って。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、さあということでですね、はい、前戻り切り出張版もエンディングのお時間でございます、うん、エンディングまでこの3人、ね、メイフの3人でお送りいたしますけど、はい、いや本日ねいかがだったでしょうか。前本さんもなかなか緊張気味だったような、いやまあ本当に、まあ、この貴重なお時間いただくってなった時にどうしようかなってなったんですけども、やっぱ
やるからにはこういうなんか今までにない形で、せっかくの虹フェスっていう大きな舞台だからこそ、今の虹三次、今の一からっていうのを喋ってほしいなって思ったので、本当に包み隠さず喋っていただいて本当にありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ、今後はね、次はちゃんと深夜の方にも、ね、お時間ある時にもうくったらないノリの方に深夜を塗ってね、話をしたいと思いますので、はい、それでは、本ステージはね名残惜しいですが、これに締めとさせていただきたいと思います。はい、はい、この後こちらのチャンネルの配信は14時15分から体験授業、はい、スコヤ流芝居論、芝居論、芝居ですね、うんうん、そして14時45分から、パニキューブインニジフェス2021でございます、はいはい、こちら配信予定ですのでお見逃しなくお願いします。お願いします、はい、またニコニコ生放送では本日17時より二次三次ジャパンツアー2020シャウトインザレインボー東京リベンジ公演を配信予定となっております。ついに行きました。こちらのステージは現在販売中のネットチケットが必要となりますので、ぜひ購入してイベントをお楽しみください。さらにイベント配信前の15時45分からはイベント直前突撃リポートもニコニコ生放送にて無料配信予定となっております、はい、こちらの配信はネットチケットを購入していない方でも視聴可能ですので、ぜひチェックしてみてください。上にコメント出てると思います。そして、はい、お願いします。さらにですね、明日2月28日は、はい、舞本さんと力一さんもニコニコ 生放送の有料配信に出演いたします、はい、12時半からは舞本さん出演のシルバーデビルズ&電音部のステージ、うん、17時半からはジョー力一さんが月の水戸&樋口楓&レインドロップステージに出演いたします。こちらも現在ネットチケットを販売中ですので、ぜひ購入して、イベントをお楽しみください。はい、ありがとうございます。本当に直前に読ませるという3日間じゃあ最後読ませますか。やべえってやべえってなりましたけどねそれをわざわざ投げるもう俺らビッグウェーブに乗っていくしかないなと思ってせっかく読んだんだし、ね、そう本当にありがとう、ありがとうございました。ございました。いやまあでも本当にこのまま二次フェスもねどん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 また盛り上がっていきますので、今日だけでなく明日のステージもお楽しみいただければなと思います。明日頑張りますからね我々。そうですね、我々もやっていかないといけないだってこんなに頑張ることになってると思ってなかったそうなんですよね、うん、そして今日ここで熱く語ってしまった分、ちゃんとステージ上で物を出していかないといけない、あこれに偉そうに語ったこれだね、あいつらとちってんなぁってなったら申し訳は立てない社長に。申し訳ないですから。いやいやいや、せっかくのね俺の方からしたらもう葉山でね晴れ舞台になりますから。そうですよ、葉山初 3D です。 3D お披露目多いですね。 3D お披露目すごいですから、まあちょっとねその力になれればな、楽しみにしてます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まあ、ぜひ、ね、楽しいステージにしたいと思っております。そしてレインドロップスの方、はい、これ鳥ですもんね 3D。 そうですね、うん、そうですね、うん、そしてレインドロップスもまあねありますからね、うん、レインドロップスなりの予想いってもんがありますから、うん、はい、ね、本当我々頑張っていきたいと思っております。はい、はい、この後の配信で何か気になるものはありますか、ね、ありますか。社長どうですか。そうですね、やっぱり今日の、うん、配信じゃないんですけど、はい、イベントを、はい、やっぱりこうねちょっといろいろ大変な時期を乗り越えての、うん、実施っていうところ、イベントってあの夜の、はい、そうですね、だったんで、やっぱこう感慨深いものというか、うん、やっぱこの1年ちょっと大変だったなっていうのも含めて楽しみだなと、うん、はい、ほんとね、このジャパンツアー2020のね東京リベンジは開催できなかったわけじゃないですか、うん、でもそれをやっぱこの二次フェスって場所でもう一回リベンジさせようっていうこの気概よねっていう。そうですね、うん、俺嬉しかったもん、最初これ共有されてなくて、うん、ここでやるんだってなったもん、うんうん、よかったって思った。約束は果たすぞっていうところが大事なことかもしれませんね、うん、本当ね、今後本当コンテンツとして大きくなっていくためにもね、うん、ありますかもしれません、ね、楽しみだ、はい、今、カンペが出ました、10分まで喋っていいそうです。もうちょっと喋っていいそうです、ね、じゃあ喋りますか、はい、書き初め書くならなんて書きますか結構もうラフなフリートークに完全にここからもう近づきます。もういいですよ、いいですよ、もう完全に、
はい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 。まあでもやっぱ今年やっぱこう課題になってきそうだなと思ってるのは、はい、海外のところですね。はい、うん、やっぱりこう一つう、まあ、もう一段ギアを上げて気合い入れてやっていきたいなっていう思いが、うん、あるので、はい、海外っていうところは、うん、海外展開というところで書きたいです、ね、うん、海外展開あれ2文字分のあれだった気がするんですけど、いやでもまあ全然ね、うちの連中も手応え書いてました、はいはいはい、確かに3文字ぐらい書いてましたね、3文字4文字、はいはい、そしてまあ別に絵も書いてます、確かにボケまくりのなのでね、まあでも海外展開といえば明日、うん、2時3時海外でのね動画たちもたくさん出ますので、うん、はい、そうですね、そちらも楽しみにしていただければなと思います、ご覧いただければと思います、お願いいたします。というわけでお時間の方来たそうです、はい、はい、で本日はね、うん、このステージご覧いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。ございます。それではまた次回の舞本力一でお会いいたしましょう。社長今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもこれからも楽しんでください。ありがとうございました。さようなら。また明日お楽しみに。はい、みんな席について。ちょっとそこ早めにしないの。早めって時間じゃないけど、ちょっと授業始まるよ。はい、ということで皆さんお加減はいかがでしょうか。二次三次所属バーチャルライバーのすこやかなです。イエーイ。みんな二次フェス楽しんでますか。はい、ここではすこや流芝居論というねお話をさせていただきたいと思います。これマジでノンストップでめちゃめちゃ語るので、たまにめちゃめちゃ早口になると思うんですけど、頑張ってついてきてもらえたら嬉しいです。はい。でね、これはなんかすこやがお芝居をするときに考えてることとか気をつけてることっていうのを皆さんにお話ししようかなって思うんですけど、まあ、ほぼほぼ本当に芝居語りになります。はい。よろしくね。はい、ではちょっとまず早速なんですけれども、こちら、皆さん芝居がうまいってなんだっていう話なんですけど、これちょ見えるかな、これで。うん、みんなお芝居がうまいってなんだと思います。お芝居がうまいって言ってもどういうのをみんなお芝居がうまいって思いますかね。うん、お芝居がうまいってなんだろう、どう思う。右下かわいい、ありがとうございます。え、何でしょう、何だと思う。それを聞きたい。よくわからん。そうね、そうだよね。そう、感情が入って略になりきる言霊バトル。そうだね、感情が伝わるとか。そう、いろんなね、こんだけいろんな意見があるんです。なんでお芝居がうまいってあんまり正解がないことなんですよ。そう、演技に見えない、自然っぽいのがいい。そうだよね、それも一つのうまさだろうし。でも逆にさ、大きいお芝居するのでもうまってなる時あるじゃん。そう、演技力って何なんだろうとか、そういうお話をねちょっとね正解がね出せないんですよ。でお芝居ってめちゃめちゃ絶対的な評価が難しいなってスクエアは思ってて、例えばねスクエアがねこのお芝居が正解だと思って、この演技が正解だと思って出したとして、お芝居ってこう受け取り手がいて、受け取る人が思っ、なんていうの、受け取ってくれて初めて成立するものなんですよ。芸術は大体何でもそうだと思ってるんだけど、だから受け取り手がどう思うかによってそれが正解かどうかって変わってくると思う。これがスクエアは正解だと思ってても見てる人はそうじゃないかもしれないし、逆にスクエアはこれ違ったかなって思っても見てる人はいやこれが良かったって思ったらそれは正解になるかもしれんっていう。そう、だから正解がないんですよ。なんでお芝居これが正しいってのはないんだけど、それでもやらなきゃならんのですよ。やらなきゃならん時が来るというか、まあやりたいからやってるってのもあるんだけどね、やらなきゃならん時は来るんですよ。はい、というので、まあ、じゃあなんか一つ何か、そうだな、まあスクエアが思うのは、まあちょっとさっきまで出てたけど、相手の心を動かすことができるとか、これもね一つそうだと思うし、あとは相手の心に動かしてもらうこと、観客だけじゃなくて共演者の演技に対して心を動かしてもらうこと、これもうまさだと思うし、じゃあなんか感動させられればそれでいいのかって言ったら別にそういうわけではないじゃない。
感動させるお芝居が全てでもないし、あのむしろ感動してるシーンやってる横でなんかめっちゃうるさいことやってたらさ、それっていくら感動させようと思ってても、いや今こっち見たいしってなっちゃうじゃんか。から、必ずしもこれがいいっていうのはないんですけど、それでもやるためにどう考えてるかっていう話をしていきたいと思います。はい、ということなので、ここからご紹介するのは今のスクエナリの考え方になります。お芝居ね、初めての人もいるだろうし、やったことあるよって人もいると思うんだけど、やったことあるよって人にとってなんかそれは違うんじゃないかなとかいうこともあるかもしれません。まあ今のスクエが考えてることです。1年後のスクエが言うことはもしかしたら変わってるかもしれません。ご了承ください。はい、それでは皆さんは今、台本をもらいました。その中にこんなセリフ、今日は来てくれてありがとうっていうセリフがありました。これを、はい、じゃあ皆さんやってくださいって言われた時にどうやってプランを立てていきますかっていう話なんですよ。っていうのを今日はちょっとね語っていきたいと思います。それではまず、こちら今日のアウトラインになります。よいしょ。はい、今日のアウトライン 見えるかな、これ見えてるかな。今日のアウトラインになります。アウトラインってめちゃめちゃ論文みたいなこと言ってますけどよいしょ。これね、チョーク持ってんのすごくない？チョーク持ってんのやばいよね。ちょっとしばらく遊ばして。これ持ってんのすごくない？これやばいよね。めっちゃテンション上がるよね。はい、じゃあ今日のアウトラインなんですけれど、ずれてる、ごめんなさい一つ目、役を作る話楽しくて鳴らしちゃうな二つ目、相手がいる話、カンカン。三つ目、セリフの話、おお四つ目、第三の目の話指示も楽しいよいしょ、おいちょこれちなみに分度器はね、ダメらしいです。はいっていうのの、この4つに分けて、話をしていきたいと思いますそれじゃあちょっとね、こんだけ遊んでて大丈夫なって感じなんですけど、早速話していきますか。それでは1つ目に参りましょう。1つ目、こちら、役を作る話。役作りってよく言いますけど、役作りってどんなことをするのって話ですね。人によってやり方マジで千差万別だと思うんですけれども、まあ3つぐらいちょっと紹介しようかなと思います。はい、1つ目がこちら、プロフィールを作る。例えば性別だったり年齢、職業、あとは好きなもの、嫌いなものとか、家族構成とかね、お兄ちゃんがいるのかお姉ちゃんがいるのか、何兄弟なのかなとか、そういう、これいわゆるデータですね。台本とかに書いてあることを読み取るとか、あとはそうだな、まあ脚本家さんに聞くとか、もしくは他の役の人と話してこうじゃないかなみたいなことを考えるとかいうデータにできることも役作りの一つだと思います。そう、人物像だねTRPG とかね、やる人は確かにしてるかもしれんけど、うん、そうなんですよ。いや、いろいろあるじゃないですか。こういう性格とかね、一言で表せる、言葉にできるやつ、うん、言葉にできるやつで、これ言葉にできるやつをプロフィールとして書くときに、やったことあるかもしれないけど、一つの手として履歴書書くっていうのがあるんですよ。履歴書書くって多分演劇やったことある人もしかしたらやったことあるかもしれんけど、履歴書ってさ、例えばさ、なんか名前があって住所があって、どういうとこ出身で、どんな小学校出て、どんな中学校出て、どんな高校出て、どんな大学出て、どんな職歴、どんな学歴で、趣味は何で、資格は何を持っててみたいなのがあるじゃないですか。ああいう言葉にできるのを埋めていくっていうデータ的な作業ですね。これがまず一つ役作りに大事なことだと思います。そう、これはね、考えてできることなんです。考えるとか読み取るとか、そう、キャラ作りって感じですね、これは。うん、でっていうのもあるんですけど、じゃあ例えばね、そうだな、みんなさ、スコヤのことさ、まあスコヤという役をやるとしてね、みんながスコヤの役ってどんな役ですかって聞かれたらなんて答えますか？今でもね、ツイッターで英語させてよく言われるんですけどね、あ、スコヤさんオートフェチな人だよねって言って、じゃあスコヤさんオートフェチの人って言って、はい、
100% スコヤってオートフェチですか？そんなことないよね。スコヤって別にオートヘッジだけで 100% できてるわけじゃないんです。はい、これいいですか。スコヤはここからここまで全部オートヘッジでできてるわけじゃないんです。オートヘッジじゃないこうお芝居について語る部分もあるし、お歌を歌ったりするとこもあるし、なんか DJ してるとこもあるし、なんかね、なんかイチャイチャしてるとこもあるしみたいな。そうでしょ。そうなんですか、じゃないんですよ。いいですか。うん、そうだから、あの例えばね、スコヤさんがオートフェチ、それは正解です。スコヤさんのことオートフェチなキャラの人って思う、それは正解です。だけど別に 100% オートフェチなわけじゃないんですよ。なんでキャラクターを演じるってなった時に、別にあの 100% それっていう役を作る必要はないんです。あの分かりやすい例で言うと、あのあれですね、悪人、悪役、悪い役の人を演じるってなった時に、じゃあ 100% その人は果たして悪役なのか、それはどうかって話ですよね。あのまあ今最近の結構アニメっていうか漫画は結構あの悪役側のストーリーみたいなのも出たりするから、まあみんなそういうの分かると思うんだけど、その悪人の中にも善の部分がある、善人の部分があるんですよ。その人なりの正義があって、その人なりにもまあ家族がいるとか、なんか物語があって、なんかこうそういう悪いことをしてるんですよね。まあ悪いことしてるのかどうか分からんけど、まあなんで悪役を演じるってなった時に、その人の悪だけではなく善を探すこと、うん、これがすごいその人間味を出すっていうかことにつながるなって思ってます。あのこれは別に悪と善だけじゃなくて、女の子っぽいキャラの中のちょっとガサツなところを探すとか、うん、逆にめちゃめちゃなんていうの、おじいさんの役だけどその人のちょっと若者っぽいところを探すとか、こういうことをちょっと意識するだけでめちゃめちゃ変わるなとスコヤは思っているので、うん、これねすごいスコヤの中であのテーマにしてる、まあ、いわゆるギャップって言ったらあれやけどね、うん、まあ、みたいなもんやと、簡単に言えばそうかなと思っています。掃除できないってことかな、分かっとるやんってうるさいわ。はい、そしてさらに役を作る話、次のスライドお願いします。はい、スコヤこれすごい好きなんです。パフェを食べよう、パフェを食べよう、何を言っとんねんこいつ、もうそろそろ3時ですからね、3時のおやつっていうね、いやそういうわけじゃないんですよ。パフェを食べようっていうのはですね、ちょっとこれはスコヤの好きな、まあ、格言みたいなのがあって、あの一言のセリフにこだわるよりも、その人がどういう人物なのか、その人物としてパフェを食べたり水を飲んだりすればいいというセリフがあります。これすごいスコヤ好きで、例えば、まあ、みんながねスコヤカナを演じてくださいって言われた時に、じゃあスコヤさんはどうやってパフェを食べるんだろうって考えてほしいんです。普通にだから、まあ、みんながねカフェに行ってパフェを食べるってなった時に、じゃあスコヤだったらどうやってパフェを食べるかなって思いながらパフェを食べてほしいんです。うん、これをねスコヤはねよくすごく好きでやるのが、あのパフェを食べるって言ったってさ、例えばこの上のさ、あのいちごから食べるのかなとかさ、ウエハースから食べるのかなとかさ、全部まず縦にザクッといってから食べるのかなとか、それとも全部ぐちゃぐちゃにして食べるのかなとか、じゃあどうやって食べるのかな、あの窓の外見ながら食べてるのか、もうひたすらパフェ見ながら食べてるのか、スマホ見ながら食べてるのか、足組んでるのかな、それともどうやって誰かと一緒に食べてるのかなとかさ、そういうことをあの考えながら食べるっていうのがすごい楽しい。まあ、ちっちゃい頃にねごっこ遊びってやってませんでした。スコヤすごい好きだったんだけど、なんかなんとなくその縁なんていうの、その楽しさの延長線上にあると思うんですよ、お芝居って。なんであのスコヤはこれすごい好きです。余談なんですけど、伝音部、あでもね、あの伝音部っていうね、プロジェクトに関わらせていただいておりまして、そこでホウオカリンという役をやらせていただいてるんですけど、カリンだったらどうやって自転車漕ぐかなって思いながら通勤してます。はい、多分立ち漕ぎとかするんじゃないかなみたいな、いやこの角を曲がるときとか結構こういう曲がり方しそうだなみたいなことを考えながらスコヤは過ごしてます。こういうなんか日常の中でできる役作りっていうか、日常の中でお芝居持ってくること、うん、がスコヤはすごく好きです。はい。はい、
ていうことで、まあじゃあ役を作る話っていうのはまずこの辺にしとこうかな。それでは次のスライドお願いします。次は相手がいる話。これはまあさっきもね、なんかちょっとちらっとお話をしたんですけど、基本的にお芝居って相手がいますよね。あの相手ってこっちね、あの共演者ね、セリフをかけるとき、今日はありがとうっていうセリフをかける相手が基本的にいます。あの例外は、一人芝居とモノローグ、その時はまあちょっと相手いなくてもセリフ出さなきゃいけないことってあるんですけど、まあ相手によって当たり前なんですけど同じセリフでも言い方が変わります。あの今日はありがとうっていうのを嫌いな上司に言うとしましょう。今日はありがとうございました、はい、またよろしくお願いしますなるよね。好きな子に今日はありがとうって言うとしましょう。今日はありがとう、楽しかった、よかったらまた遊んでみたいな。ちっちゃい子に、いやー今日はありがとう、また来てねーみたいな感じで、当たり前なんですけど、言う相手との関係性によってセリフを発信するものも変わってきます。でも逆に相手から同じセリフを言われたとして、今日はありがとうすこやくん、嫌いな上司から言われた時と、好きな子から今日はありがとうすこやさんって言われた時と、ちっちゃい子から今日はありがとうすこやさんって言われた時、受け取る気持ちも変わってきますよね。なんでもちろんお芝居は発信も大事なんですけど、受信も大事というお話です。でね、これよくそうキャッチボールに例えられるんですよ。キャッチボールに会話を例えた人ってすごい上手いなと思ってて、っていうのもキャッチボールするときってボールをこうやって投げるじゃないですか。投げるときにこうやって投げるのか、それともこうやって投げるのかで、ボールの速さも変われば軌道も変わる。さらに球の大きさとかもね、これぐらいの野球ボールを投げるのか、それともこんな鉄の球を投げるのか、鉄の球を人に向かって投げちゃいけませんけどもね、まあ、そうやって言葉っていうのも、まあ、いろんな軌道を描くし、いろんな速さを描くし、いろんな重さがあるんですよ。なんでなんていうかな、言葉をキャッチボールするっていう、こういう動作をつけてやるっていうのもすごい一つのやり方だと思います。はい。でこのねキャッチボールなんですけど、相手がいるときはねキャッチボールをねすればいいんですよ。ただスコヤたちが出してるね、普段季節ボイスってあるじゃないですか。あれってボイス取るときに相手いないんですよ。だってみんな答えてくれないんですよ。きっとみんなが聞いてくれるときには答えてくれてんだろうけど、収録するときにはスコヤは今日は来てくれてありがとう、そんなことないよ、楽しかったみたいなのを一人でやってるんです。でもこれって壁打ちなんですよね。でも壁打ちするときにとにかく何でも投げていいわけじゃなくて、投げるときにどうやって投げるか、どうやって投げてきたらどれぐらいのあれで返ってくるのかとかを計算しながら投げなきゃいけなくて、なんでこれめちゃめちゃ苦労してます。 ある種の一人芝居です。はい。なんでこれねめっちゃ困るんですよ。別撮りのボイスドラマとかでも相手がいることを想定しながらやらなきゃいけないので、どんなボールが返ってくるかを計算しながらどんなボールを投げるかっていうのをやんなきゃいけないんです。はい。そうなんですよ。そう、我に返るとしよう。いやそうなんですよね。やめてくださいよ、もう季節ボイス頑張ってるんだから。そうで、これなんですけど、スコヤがいつもやってるのはね、これペットボトルをねみんなに見立ててます。1メートル先の相手に今日はありがとうって言ってくださいって言われても、1メートルってどんなもん、こんなもんって感じになっちゃうので、1メートル先にペットボトルをふいって置いて、これをもうみんなだと思って今日は来てくれてありがとうって言うと言いやすい。これペットボトルめちゃめちゃ便利です。はい。ペットボトルすごい便利ですよ。筋トレとかにも使えますしね。はい。別にスコヤが部屋中をペットボトルで溢れさせてるのはこれに便利だからであって、別に掃除ができないわけではありません。はい。じゃあちょっと
時間が押してるので次の話言っていいですか。次の話いきますね。はい、3セリフの話。それでは今までした役を作ること、そして相手がいること、これらを踏まえた上でどういう言い方をしたらその役らしさが出るのか、相手のセリフを受けたように聞こえるのか、それとも次の人のセリフにつながるのかっていうお話をしていきたいと思います。それではまず大前提としてなんですけれども、言葉って何でしょう。言葉とは、これあのスクエアの配信をね、血まなこで見てくれてる方はね、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、これスクエアの好きな格言、格言言葉というのはですね、このコップに感情というお水を注いでいって、それが溢れてたものが言葉であると。そう、これがなんていうの、言葉ってすると溢れてないのに言葉にしちゃうと、それってちょっと物足りないんですよね。でもね、やっちゃうの。確かにこのセリフ、今日はありがとうって言わなきゃいけないって思ったら、今日はありがとうって言っちゃうみたいなことあるんだけど、そうじゃなくて、ちゃんと今日はありがとうっていう言葉が溢れてくるまで気持ちを注ぐっていうのがすごい大事なんですね。で、でもね、そんなこと言ってもね、アニメとかだったらさ、タイムコード決まってるじゃない。何秒、22秒のところで絶対言ってくださいって言われたら、今日はありがとうっていう気持ち溢れてくるまでゆっくりできないってなるけど、そうなったらじゃあもう注ぐスピードを変えるんです。ここでバッていっぱい入れてちゃんとその時間に溢れてくるようにするっていう風にしなきゃいけない。そして水つながりなんですけど、次これ、これはね、船からね、氷山を見てる図になるんですけども、この氷山のこの上に出てるこの部分が見えてる部分ですよね。この部分が言葉です。ここからお客さんが見てるとします。はい、ってなると、ここは言葉なんですけど、まあ言葉っていうかセリフ、ここがセリフになってるんですけど、そうじゃない部分がこんだけあるんですよ。でこれがいわゆるサブテキストって言われる部分ですね。なんていうかな、そこに至るまでのシチュエーションと言いますか、そう書けるのすごいねこれねなんで例えばね、今日は来てくれてありがとうっていうのがバレンタインの当日だったら、今日は来てくれてありがとう、これチョコです、配信で突発コラボした後の今日来てくれてありがとうだった、いや今日来てくれて本当にありがとう、めっちゃ楽しかった、またやろうねとか、アイドルの引退ライブで今日は来てくれてありがとうだったら、今日は来てくれてありがとう、それじゃあ最後の曲聴いてくださいみたいなね、ことがね、変わってくるんですよ。なんでそのセリフに至るまでの流れが違うので、まあ一つのセリフっていうのもなかなかね、いろいろ言い方があるんですよ。でこういう流れっていうのをちゃんと考えているのにもかかわらず、セリフだったり、まあ、スクエアたちが撮ってる季節ボイスだったりっていうのがなんか結構単調になりがちなんですよね。なんか飽きる、なんでなんかちゃんと考えたりし、こういう気持ちになるのになんで飽きるんだろうっていうことをスクエアたちは、スクエアなんで、ね、ライバーさんすごい分かってくれると思うんだけど、めっちゃスクエアはね考えてるんですよ。でその時にスクエアが、もうこれマジで奥義、ここから大サビなんですけど、はい、緩急強弱高低魔、これを部活で言うと、スクエア先輩、初心者に難しいこと言わないでくださいって後輩によく怒られるんですけれども、これをね考えてもらうと、まあ、なんやねんこれって感じなんですけど、人って言いたいセリフがあるじゃないですか。今日は来てくれてありがとうの、ありがとうを一番言いたいっていう時に、今日は来てくれてありがとうの、ありがとうを緩急でつける。今日は来てくれてありがとうってする。今日は来てくれてありがとうにする。今日は来てくれてありがとう肯定でつけるっていう、この癖がね結構あるんですよ。緩急強弱肯定で、ま、あと間は今日は来てくれてありがとうっていうね、これによってまあ、いろんな強調の仕方があると思うんですけど、人によって間を使いがち、今日を使いがち、今を使いがち、間を使いがちみたいなのが結構変わってきてて、自分ってどのタイプなのかな、自分ってどれでやりがちなのかなっていうことを考えてもらって、じゃあ自分、あ、今のセリフちょっと強弱でばっかつけてたな、じゃあ肯定で差をつけるかみたいなことを考えると、まあ、すごくまあ理論的な話でちょっと邪道かもしれないんですけど、まあ、単調というのは免れるんじゃないかなと思ってます。スクエアはこれを考えてからめちゃめちゃ単調というのから脱することができました。はい、これね、プレゼンとかする人もね、すごい気をつけてほしいっていうか、
役に立つと思います。自分がプレゼンするときにどういう風に言ったらいいのかっていうのを、これでね、なんかちょっと同じ風に続いてるなと思ったらこれを変えてみる。あとここプラス声色ですね、で変わってくるので、うん、これめちゃめちゃ今日一番覚えて帰ってほしい。もうマジでスクエアの秘伝の技、もう必殺技だから、はい、これを覚えて帰ってもらったらなと思います。はい、そして時間がやばいんですけれども、最後にこちら第3の目の話、第3の目の話っていうのはですね、自分がどう見えているのかっていうのを、考えましょうって話なんですね。これ例えば相手がここにいます、相手に向かって今日は来てくれてありがとうっていう、これね、こうやって今日は来てくれてありがとうって言ったらさ、みんなから見て多分何も見えない、顔が見えたりしないっていうのあるんですけど、舞台とかだったらちゃんと見せなきゃいけないでしょ。さらにここに照明があります、ここの札の中に入ってくださいって言われたら、ここにいたけどちゃんと今日は来てくれてありがとうってここに移動しなきゃいけないっていうのをちゃんと考えてやりましょうねって話なんです。でさらに、まあ、先ほどもちょっと初めにお話ししたんですけど、物語の流れだったり、誰を立たせるべきか、今自分が目立つべきじゃない、自分は脇役だから、今は自分は脇役だとか、今自分は例えばね、物語の中では主人公だけど今はここの人を立たせるべきだから今は目立つべきじゃない、逆に自分はもともと物語の中では脇役だったかもしれんけど今は自分の見せ場だとかいうのを考えて、まあ、いわゆる演出的な観点ですねを持ってやるっていうのが、まあ、第3の目っていう点では大事かなと思っています。はい、ですね、めっちゃ駆け足で喋りました。時間でもね結構やばいよねこれいやでもまだまだ語りたいこといっぱいあるし、まだスクエアにも分かんないこといっぱいあります。はい、こんだけバーって喋りましたけど、これ全部分かる必要はありません。まだね、初心者に話す内容じゃないでしょって言われることもあるだろうし、分かってる方に対してもそんなことないよって思われるかもしれないんですけれども、まあこれだけはでもね、みんな思ってくれるんじゃないかなってことがあって、たくさん説明したけど、お芝居に興味を持ってもらえたら嬉しいです。お芝居が好きな人は、あ、そうだよねとか、共感だよね、共感するねみたいなのがあったら嬉しいし、お芝居知らない人は、なんかちょっと自分やってみようかなって思ったら、ぜひやってほしいし、まあ、やってみようかなって思わなくても、興味を持ってくれたらそれで嬉しいし、まあ、何か日常に役立つことがあれば、それも嬉しいです。でね、いっぱい言ったんだけど、一番大事なのはこれなんです。楽しむこと、お芝居を楽しいって思ってほしいし、舞台館見るのもやるのも楽しいって思ってほしいなって思って今日はこれを作りましためっちゃたくさん喋ったけど、スクエアすっごい楽しそうでしょ。スクエアは楽しいからお芝居をしてます。はい、皆さんにもこの楽しさが伝わってくれれば嬉しいです。それでは駆け足にはなりましたが、ここまでスクエアかながお送りしました。この後も二次フェス続けます。楽しんでね。それじゃあみんな、今日は来てくれてありがとう。バイバーイ。はい、テンパの頭のラビリンス、パニックキューブイン二次フェス。パフ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 。みんなのコメントとか見えないんだ。確かに。そっか、確かに。カンニングになっちゃいますね。あ、なるほどね。でもこの喋ってる時は、あ、俺近すぎた。コメント見たいです僕。じゃあ進めていきましょうか。あ、俺の声が。この企画の進行を進めます、ウェロスガールです。よろしくお願いいたします。はい、この企画はですね、毎回ゲストを3人お呼びして落ち着きさえすれば正解できて当然のゲームに挑戦してもらう、ただそれだけの放送です。いや俺たち落ち着きないよいや落ち着きますよ。落ち着きないことで有名だから。で今回は感想応援ツイートに関しましては、左上の方に書いてあります、シャープパニキューブとシャープ二次フェス2021、どっちもで、応援していただけますと幸いです。よろしくお願いします。例えばなんかメシアガールですか。ギリギリまで調整重ねて、メシアガールカタカナで今日はメシヤヤアアだアだよ、ね、決まってないなら進めまーす。ヤでやったよ。いやでも俺アって言ったじゃん。でもアキタもヤでツイートしてた。じゃあ俺アってツイートしたって。アキタヤだよ。このチームがうまくいくのか心配だよ。あれアキタ、今回の挑戦者はこちらの3人です。よろしくお願いします。はい、では一人ずつちょっと、意気込みを言っていただければと思います。こちら、奥から、フワさんからお願いします。はい、私二次三次所属の、バーチャル
ふわみなとと申します。あー、そうか、ちょっと、ほら、これ、とかでさ。ちょっとまだね、体の疲れが残ってるんですけど。あ、おめでとうスリー。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。一生懸命ね、クイズ、完璧にやらせていただきたいなと思ってまーす、うん。よろしくお願いしまーす。お願いします。続きまして、まゆずみさん、お願いしまーす。1にまゆずみ、2にまゆずみ、3しがなくて、5に、かい。どうも。水晶君、バーチャルライバーの前住君、どうぞよろしく。眉にしか出せない空気感。眉知らずの前住君がいつも通りしてる。よろしくお願いします。探ってたら今。最後、アキナさんお願いします。はい、最後、サキナです。昨日前夜祭やって、めちゃくちゃ今ね、めっちゃいい充実感で今、誰よりもコンディションいいから、俺が支えるわ、みんなのこと。マジで。任せて。それは助かる、マジで。よろしくお願いします。なんなら眠い。よろしくお願いします。嘘、俺、マジマジだよ。改めまして、皆さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ここで今回の流れについて簡単にご説明いたします。はい、本日は挟んでワード1、4セット意地悪瞬間ジャッジ4セット読み干せラテ文字2セット以上のコーナーを用意しております。クリアすればするほどメダルが多く手に入り、最終ゲームつないでしりとりレーの難易度が下がっていくシステムです。はいはいはい、それぞれのルールは直前にご説明させていただきますのでご安心ください。あと、みんなのコメントが見れる。ただし今画面の右上に表示されているように最終ゲームまでの残り時間が実は限られています。もうこれ時間が進んでいます。そうなんだ。この時間が、タイムアップになったところでチャレンジの途中であっても強制的に打ち切り最終ゲームに進んでいただきます。はいはいはい、はい、おそらく全てのゲームに挑戦するのは難しいと思うので、うん、得意そう稼ぎそうなものを選んでいくといいかと思います。最終ゲームを、クリアしますと豪華景品として任天堂スイッチのゲームソフトお好きなものをそれぞれ1本ずつ差し上げます。なんかこれって誰が金出すんですかこの場合。お金出すのは、はい、まあ、運営と私です。グエルさんも出してくれるの。いいですか。どういう条件でグエルがお金を出すの。そこはグエルさんお金出すそこはないないの話なんで。これ3人1人ずつもらえるってことか。いや、そうです。3人とも1人ずつ好きなのを選んでください。ちゃんと調べて高いやつ買いますね。欲しいのをお願いします。ただただ高いのを買っ、や、それをね、ぜひ配信とかでやってほしいなって思いで、この商品にしておりますので。買ってもらった。そうです。パパに買ってもらった。よろしくお願いいたします。では、サクサク進めないと時間が、あ、もう1個消えちゃった。はい、こうやって1つ、時間が進んでいってますので、進めていきます。特に質問がなければゲームを進めたいと思いますが、どのゲームに挑戦 したいでしょうか。まず、まあ、順番大事よみんな。いや、もう効率でいこうよ。これ効率でいく。もう配信のさ、その全部紹介しなきゃいけないみたいな全部やめてさこの全部紹介してほしいな。待って、その前に、皆さんぜひね、パニ、はい、シャープパニキューブシャープ2次フェス2021で、なんか実況ツイートみたいなお願いします。よろしくお願いします。なんかショートミドロングって書いてある。そうそう、これなんですか。そうですね、それぞれ挟んでワード1が短めの時間で、読み切りラテ文字がちょっと時間かかるぐらいで、意地悪瞬間ジャッジが結構時間かかるっていう感じになります。あ、なるほど、あれなんだ、その一問の時間なんだ。そうです。でもそのメダル獲得によるなんだろう、メダルの価値は全部一緒ですね、ショートミドル。ただですね、ロングはですね、はい、1回の挑戦で2個メダルが手に入ったりします。あ、そうなんだ。あ、本当だ、なんかくっついてるね。はいはいはい、なるほど。じゃあ一番ミッドが燃費ありってことだ。そういうことです。だからショートが一番燃費いい。じゃあとりあえずショートからちょっといきましょうか、はい、では挟んでワード1に参りましょう。いや、マジ俺たちのメッシャーズの連携、はい、俺出したいと思ってるよ。挟んでワード1のルールを説明していきます。はい、こちら1人目から順番に最初の文字、最後の文字、それ以外を答えていただき、お題に沿った言葉を作っていただきます。はい、例えばお題が野菜の名前の時、1人目が木置いていただき、2人目がつ置いていただき、3人目がやべって言っていただければ、4文字キャベツが完成して、正解となるようなものになります。はいはいはい、これはそれぞれの頭の上が番目ってことですか。そうです。なので、1番目がふわみなつさんに答えていただき、はいはい、2番目が最後の文字あきなさんに答えていただき、3番目真ん中のまゆずみさんが答えていただくというものになります。はい、一応、最初の文字誰か言った後に戻してもらって、最初の文字からやり直すっていうことも可能です。わかんねえわかんねえ。なるほど。そうです。まあそんなことないでしょ。でもただ、もしお題によって本当にもう無理だってなった場合、お題をチェンジすることも可能です。ただお題をチェンジするときはちょっとこっちのシステムの都合上3秒6秒ぐらいのロスがありますのでご注意ください。では皆さん準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、はい、ファイナルアンサーでは早っ、挟んでワード1スタートです。よし来い。あ、もう始まっちゃうんだ。始まります。3、2、1、最初のお題はこちら。お題が、はい、果物の名前。まずはリリゴ。ゴ、うん、リですね。リンゴです。リンゴ正解です。おめでとうございます。ありがとうございます。こんな感じでやっていくと。はいはい。
では次の題です。魚類ではない海の魚類ではない生き物、海の生き物、イカル。はい、イルカ正解です。おめでとうございます。いいよいいよいいよ、生物学よ。キノコの名前4文字です。4文字、4文字。えギリン。シャーエリンで正解、おめでとうございます。はい、よし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 、ボンド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 ボーノ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 。はい、というわけでこれでメダルが1つ手に入りました。かなりいい調子ですね。もう一回いきますか。いやー、もう一個いけそうじゃない、うん、そうだね、この調子で同じぐらいの難易度がいいな。本気出しすぎちゃったかな。同じぐらいがいいな。多分ちょっと難しくなっていくと思います。ちょっと難しくなっていくので、ある程度のところで次の他の種類に行った方がいいかもしれないので、まずはもう一回、もう一回試していきましょうか。まだやりたいし。挟んでワード1、第2回目の挑戦です。それでは皆さん心の準備よろしいでしょうか。はい、はい、では参ります。挟んでワード1、第2回戦スタートです。何が来るかな。なんかふわっと調子よくない。俺今エンジンかかってる。3人組の笑いユニット。トリオですね。フリーズしたけど、はい、お笑い芸人のトリオ。固まっちまった。一文字目お願いいたします。ね、ね、うん、うん、俺お笑い全然わかんない。調整しようか。はい、はい、そう、俺はその思いを乗せたよ。はい、はい、答え出てきた。答え出てきた。答え出てきた。ちょっと、じゃあちょっとあの言ってないのに答え出ちゃった。ちょっとあのスタッフさんやり直しましょう。最初からやり直しましょう。最初から今のはすげえ。スタッフさん最初からやり直しましょう。前がマイクの音だ。60秒やり直しましょう。直前語りかけてた。語りかけちまった。60秒全部やり直しましょう。はい、めちゃくちゃ面白い。なんか出てきたね、今な。はい、今ね。はい、こういうこともあります。人力でやってるんで、はい、今のはスタッフ側のミスなので、あの、最初60秒から全部やり直すことが可能です。何しようかなと思って、はい、言わざるを得なくなっちゃった。ハッキングしちゃったね。ハッキングした。お題は、うん、お題は、全部新しいのに切り替えていきます。お、ありがとうございます。はい、すごい。では、挟んでワード1、第2回チャレンジです。お願いします。逆に良かったよ、でも。よかったよかったよかった。リセットできたから。もう一回、集中集中。はい。三人組の笑いユニット。はい、三人組の笑い。あ、飲食チェーン店の名前。今から60秒スタートです。はい。ガとスガスト正解です。おめでとうございます。次のお題です。動物の名前5文字。5文字限定。一文字目、桑名さんからです。バトンを打たないといけない。1,2,3 全員ね、役割がちゃんとしっかりしてるから。まずファッチは5文字の名前を考えてくる。数えてます。変顔をして数えております。アメラスさん、ま、あ、ひひんとひふわっちゃよ。なんとひひ、おめでとうございます。よしよ。それでは最後の問題です。日本の歴代総理大臣フルネームで、あ、う、べしんぞ。安倍晋三正解。おめでとうございます。いやもうね、眉の信頼感ってすげえ、うん、よかった。いきましたね。麻生太郎でも別にいいんだよね。そう、作れる作れる。素晴らしい、2つも答えがあった。いやーちょっと知識出しちゃったかな。うんちく王子。うんちく王子。絶対いい刀じゃないから、ね、うんちく王子って。というわけで、メダルを今2つ手に入れることに成功いたしましたが。俺も伊達にクイズやってるわけじゃないからね。そうですか。調子に乗ってもう1問いきますか、それとも別の問題いきますか。違うやつもやってみたいですか。いきましょうか。じゃあどちらでいきましょう。ミット入れてもいいよ。ミット1回。この調子だとね、いけそうだ。いけるいけるいける。ミット。読み切れラッテ文字ですね。正直余裕。ではまあ1問ぐらいちょっと見てみましょうかということで。ルールを説明していきます。ある文字がコーヒーカップの中で輪切りになって回転している様子を見て何の文字かを当てていただきます。文字はカップ一つにつき一文字、一問につき一人ずつリレー形式で順番に挑戦していただきます。一セットにつき制限時間は60秒以内で、6問正解すればクリアとなります。なるほど。ちなみに今のこの例題の答え何ですか。で出るそれってこれはわかりますか。お、お、はい、円ですね。こういう形で、なるほどなるほど。はい、こういう形の問題を6問90秒以内に解いていただければ正解となります。そう、結構なんか見えるタイミングって一瞬だから結構集中力いるよ。漢字が何が来るかだね。そうだね。うん、お願いします。いきましょう。はい、では、皆さん、心の準備はできたそうなので第1問読み干せラテ文字スタートです。最初フワッチかな。よし任せ。オッケー。もう俺トップバッターか今日。
英語やな、なんか。味。おー。やるね、強っ。うん。雲。正解です。お、いいよ。やばい、プレッシャーが。波。神。オオカミ。猫。正解です。いっぱい言ってこい、いっぱい言ってこい。確かに、数打ち当たる。はい、さんお願いします。なんだこれ。あ、6。はいはいはい、そうだね。おめでとうございます。5問目。あれ、なんだ、うわ、隠すぞ。一瞬見えたらな。そう。なんだこれ。鎖？パターン入るとやばいよ。いや、これパターンいくな。サビ。あ、サバ。おー、いいね。正解です。おめでとうございます。俺45秒かかれんの？ラストです。リラクションやもんな。え？しよう。おめでとうございます。はい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 、ミッド。全然ミッドじゃないじゃん、こんなの。では、ここで、メダルを一つ獲得いたしました。おめでとうございます。ちょっと温まってるね、さすがに。いや、俺ら本番強い、もしかして。本番強い、本番強い。てか、今まで手抜いてた。ぶっちゃけ？うん。ああ、ね、ちょっと本番優しくしてもらうために。ああ、なるほど、ね。そう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 。作詞だな。悪いな。わかった。調整させてもらって。はい、まだメダル3つしか手に入れてないですが、どうしますか？もう一回ミッド行こうぜ。行きますか。確かに。まあ、2枚ずつ取ってこう。あ、いいね。一旦。読み切り ラテ文字、次の問題を進めていきましょう。いきますかね、いきましょうか。じゃあ読み切りラテ文字第2回目の挑戦です、うん、お願いします。はい、どうぞ。じゃあ頑張れ、ファッチ。変わってこいや。ええ声なんだよ。ええ声なんだよ。なんだろう。これ難しいね。密度高い。ちょっとぐちゃってなってるよね、見るタイミングが。話す。おお、いいね。よく見えたね。すげえ。この字か。塾。違う。なんだ。棒。ありがとうございます。はい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 。うま。星。いや、星正解。はい。当てた、当てた、当てた。ペイント。危ねえ。ねんね。どつぶにハマる。知らない字。関係になっちゃった、関係に。知らないことはないはずですね。読み方知らないやつじゃん。いや、多分いけると思う。あ、今、分かった。多分いけると思う。いけると思います。そうや。俺が思ってるのが合ってれば。この、あの背景をちょっとなんか、点滅させ、焦らせのやめてもらっていいですか？焦らすの。いや、フェス会場だろ。あそこ。溝を、言っていくの大事です、ね。い、正解です。ありがとうございます。10秒。いけるよ、いけるいけるいける。なんだこれ。ペン。違うな、なんだ。いや、わかんない。残念。いや、これむずいね。何から荒れるじゃない、荒れる。あ、今、そう、正解です。ああ、なるほど、はい。荒れるです。ちょっと悩んじゃったな。まあ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 。まあ、いやいや、全然、あの、いいここまでいいペースだったから。そうですね。ちょっとやっぱり難易度が少し上がったということですね。ヤギやっぱ強いな、これ。冴えてるから、今これ。リハーサルの時も強かった、これ。では、いいところなので、じゃあ最後の意地悪瞬間ジャッジ、進めていきましょうか。一応かね、先に。一旦ね。では、ルール説明していきます。5秒間だけ表示される問題を見て答えていただきます。どうぞ。問題はすべて2択で、問題が伏せられてから手元の札で回答していただきます。皆さんには今手元にあの回答の札が用意されています。はい、あります。で、3人全員が一斉に回答し、不正解だった人は途中から脱落していきます。で、1トライ中、1人でも5問連続正解すればメダルを1個獲得できます。そうなんだ。全員が5問連続正解できたらメダルを2枚獲得できます。やばばばば。なので全員が、全員で全部こう、回答していただくっていうのが大事なところになります。できるできるか。それでは皆さん、ここの持ち準備、あとゲームの理解できましたでしょうか。はい、はい、本当難しいよね、これ。なんかね、後半から一気にちょっと難易度上がったり、ね、上がるからね。これ5秒間なんで本当によく見てないと見落としてしまう可能性があります。結構そのやっぱね、問われてることをね、ちゃんと見るのがね、確かに問題自体は、ね、そう問題がね、そこから引っ掛けてくるみたいな。では参りましょうか。よし、意地悪瞬間ジャッジ第1問です。うん、正しい答えはどっち。当てはまるのはどっち。やばくないそれ。
はい、5秒終了いたしました。皆さん回答 A か B かをよろしくお願いいたします。どうぞ。合ってるかな。3人とも B です。そしてこの今回の正解は B です。おめでとうございます。なんか1秒目からそんな変化球レベル高いぞ。びっくりした。普通に怖くなっちゃった。いきなりレベル高い。本当に 5×2 の10で 10×10 のあで 10足して10になります。危ないぞ。危ないね。はい、おめでとうございます。よしよしよし。これくらいのノリで5問やっていく形となります。5人とも全員、3人とも全部正解できれば、2ポイントなので頑張ってこのまま走ろう。みんなで最後まで走ろうね。あ、2個もらおう。そう、一緒に走ろう。では第2問参ります。正しいのはどっち。いや難しい難しい。はい、終了です。では皆さん回答は決まりましたでしょうか。では出していただきます。回答どうぞ。はい、ふわさんが A、あきなさんが B、まゆつみさんが B です。これどっちだろうね。いや、わかんない、わかんないわ、どっちだろう。まあでもいい結果だからこっちにしろ、うん、そうそうそう。では正解は B です。あー、オッケーオッケー。まあ人柱、人柱、これは人柱ね、一旦ね、一旦、一旦ね。そうですね、誰か一人でも正解しきれれば、そういうこと、そういうこと、はい、そうだね、一点点に入るんで。一応ここで深見のつさんには、脱落していただきますが、回答はしていただくことが可能です、うん、最後まで走ろうね。つないだ、はい、参考程度に答えてみます。でも分かれるのもいい結果だからね。そうだね。あ、いや、ね、全員不正解が一番やばいから。3問目いきましょうか。大きいのはどっち。これ系ばっかり。はい、終了です、では2人、まあ、一応3人ですね、うん、3人回答をお願いします。え、嘘、分かれた。あゆずみさんが A、 あきなさんが B、 ふわさんが B となっております。俺見間違えたもん。そうですね。あ、すいません。そうですね。正解はそう B です。おめでとうございます。そうよね、はい、そうですね、これ0、まあ、0が、ね、本当だ。 2と1だよね。はい、1と2なので、下の方が大きいという形。秋田つながってるよ今。いや、秋田待って、俺2問連続、はい、待って、ま、任せて。でも俺ね、2択は本当得意だよ。いや、いけるいけるいける。じゃあ秋田さん、全てがかかっております。では、あと2問いきましょうか。では、4問目です。大きいのはどっち。終了です。いや、もうアキナの顔が。ちょっと待ってくれ、なにこれ。オッケーオッケーオッケー、いいよ、大丈夫。では参りましょうか。回答をお願いします。こっち。アキナさん、2人はどうでしたか。一応、あ、そうか、まあでも一旦いいっすよ。ああ、もう読んでないんですね。諦めた。はい、ではアキナさんが A でした。では正解を確認していきましょう。正解は B です。あいや、これむずい。これですね、はい、難易度上げに来すぎだね。あのね、ちょっと計算問題やばいわ。やばいね、うん、パニック、はい。まあ、今回たまたまこれがちょっと計算だっただけでやられちまった。そう、そうですね、割り算があるので3割る3先にして 12-1 になって11が B になったということですね。俺あのね、実を言うと俺 A しか計算できてなかった。 A が0より大きかったから A かなみたいな。、はい、そうそうそう、思ったけど。いや、難かったね。いや、難しかったですね。これ難かったわ。うん、では今一通り全部のルールをやってみましたが、どれで稼いでいきましょうか。これ今この、うん、一旦もっかこれロングいきたいわ。いや、わかる、うん、リベンジ、トリンク。そう、そうですね、ここで2点取れちゃえば結局2点ですからね、うん、きっとまたさっきとちょっと傾向変わるから、はいはいはい、計算問題はもう出ないと見た。もう出ない、さっきはエグかった、出ないと見た。今取りに行ってる。行こう。では意地悪瞬間ジャッジセカンドトライアルに進んでいきます。はい、お願いします。では第1問、第1問の前に1回例題を見ていただきます。はい、例題がこちらです。正しいのはどっちという問題になります。これ例題、これ例題です。そういうことね、こういう問題が出るよっていう改めての紹介。はい、うん、今のどっちだった。正解が B ですね。あ、 B だった、はい、A ですね。ありがとうございます。という形の問題が出ますので、正しいのはどっちっていうような形で選んでいただく問題となります。だ、ね、では第1問進んでいきましょうか。いきますか、はい、2ポイント取りに行こうよ。では第1問、正しいのはどっち。はいはい、はい、終了です。では皆さん回答を上げてください。どうぞ。全員 B です。
これ全員間違えてたら多くない、はい、今回正解は B です。あ、待って待って、なんか変な引っ掛けとかもねあるかもしれないから俺が間違ってるのかなみたいな不安あるよね。怖かった。ではこの調子で取っていきましょう。第2問です。東京都はどっち。町、ちょっと待ってくれよ。これで来てるね。はい、では皆さん出していただきます。お願いします。はい、全員 A です。今回正解は東京都は A でした。だよな、わかるよ。上は何、埼玉 B なんだっけ、あれ埼玉、これ B は香川ですね。香川か、香川なんか、はい、いやこれよう当てたみんな。もうどっちも俺さ、もうなんか焼き鳥にしか見えない。よう調整したこれ。いやでもここで2問目まで全員来ましたからね。新記録ですよ。生きてる生きてる生きてる。ではよし、行こう。3問目参りましょうか。3問目、3問目は今日はどっち。なんやそれ。はい、終了です。今日はどっちかです。今日はどっちかです。皆さん考えはまとまりましたでしょうか、ね、では回答お願いします。はい、全員 B です。よし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 、正解は B です。おめでとうございます。これギリ調整した今。ガチでいけるこれ、はい、いいですね。今日は土曜日なので B の最悪1人ずつ犠牲になればいい。まあ確かに1ポイントだけでもね取れる、まあ、全員正解すれば2ポイントでね。いやでもやりますよ、大きいですね。それはでは、4問目です。一緒にゴールしようね。正しいのはどっち。いや知らないよ。車の免許持ってない。まあこれはねちょっと知識いるかもしれないね。です。では皆さん、でも俺ら信じてるよ。勝ち頼む、勝ち頼む。いただきます、うん、どうぞ。あーやばい。やっちゃったかも。三枝明菜さんが A、 真由美さんが B、 福田さんが B です。大丈夫、これ生きるから生きてるから。あ、そうだそうだ、任せ、あと俺任せて。正解は A です。ちょいちょい、間違ってた雰囲気だったじゃん今俺。うわ、おいおいおい、またかよ。ちょっと最後の問題頼むよ。おい任せて、マジメダル絶対以上持って帰るから、ね、死んでも。運転をしてたらね、こう左を走ってる人を右から追い越すっていうのが感覚的にあるんですけど、アキナ助けて、免許持ってないとね。アキナマジ任せてくれ、マジで任せろ。俺に任せとけ、俺に任せとけ。いくぞ。では最後の問題、アキナさん一人でのチャレンジとなります。5問目、これが解けたらメダルが1個手に入ります。では参ります、最終問題。正しいのは、あ、違う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 、正しいのはではない、どっち。終了です。というわけで、じゃあ秋名さんだけに答えていただきましょうか。いけるぞ。これは、まあ、考えていただいて大丈夫です、はい、出ましたね。秋名さん正解は、正解出したの A と答えました。正解はB です。なんでなんだよ。じゃあちょっと数えてみてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9 文字か。1,2,3,4,5,6,7,8,9 え、9文字か、赤色で、あ、で、あれか、下の、あ、てか上もあるのか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 それで、それで12,13,11,15,16 そうです、16文字です、12文字の、はい、赤、緑、くれないで、文字数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 文字あって、うん、赤色でっていう3文字があって、そこで12文字になります。で、実はこれ一番下の12文字っていうのも赤文字、赤色なので、はい、合計で16文字となります。これ数えた時9しかなくて9なくねって思いながら、いやけどどこっていう、はい、これスタッフチームのグロさが出た問題でした。これはやられました。やばいよこれは。うまい問題だ、うん、やられたわ。大丈夫、でも正直、うん、メダルいらん、メダルいらん、もういらん、最後いければいいってことだもんね。いきなり瞬間出してゼロ枚だけど。あれ本番弱くない？これあと動画でいけるか、はい、まだありますよ。ワード1ラテン文字どっちでもいきますよ。俺の作戦的には、うん、ショートで稼ごう。ショート4枚いこうとりあえず、一旦4枚打ったろ。では、ワード挟んでワード1参りましょうか。行きましょう。挟んでワード1の問題を進めてまいります。第3チャレンジ挟んでワード1スタートいたします。いきますか。はい、大丈夫ですよ。勝ってこい。いやこれはマジ得意だからな。そう、はい、では始まります。では挟んでワード1スタートです。よし、このテンポ感すごいねな。うん、ことわざ、いるぬも歩けば棒にあた。正解です。もうさすがにね、文字入力が落ちた。お金の単位、ろ、う、
ユーロ正解です、ありがとうございます。では最後の問題、オリンピックの開催地に ちょっと開催地、あー、ん、お、これ通る、これ通りますか、ダメ、さすがに、2ってなんだ、2開催地ではない、開催地、バスだそうです、パスで、はい、開催地です、パスで、2ではなく、パスです、パスで、はい、チェンジです、問題チェンジでお願いします、チェンジ、3秒、4秒、5秒かね、あ、ゲームハードの名前、こんなんもん、つ、い、正解です、スイッチ、待って、ありがとうございます、オリンピック、ね、あの、想定は何だった、日本だよね、そうだよね、そうだよね、よかったよね、開催地ってのは基本的にその都市の名前が当てはまるので、そこから東京には行かないんだ、はい、あ、そっか、あの一応フワッチの意思を汲み取れててよかった、よかったというね、チームバランスはすごいよかったね、うん、そうそうそう、まだ、あ、やっぱこのチェンジでね、そうだね、調整をすることによって、チェンジ素晴らしかった、うん、いい判断力、結果的に一番いいゲームハードの名前ってよかったよ、ってきたので、うん、オーダーいいよ、今日オーダー来てる、オーダー来てる、耐えてる、これちょっとこのままいっちゃっていいですか、もう一問いきましょう、行きましょうか、ではあと1個ですよね、はい、あと1個いきましょうか、挟んでワード1最終チャレンジです、お願いいたします、あ、というかこれ、はいはい、いや大丈夫ですいやこれあのサンドイッチにかけてるんだなと思ってそうです、せやで、始まりますやった野菜5文字です、いやどんなパス渡されるかな、もんな、数えてる、数えてる、指で数えてますね、一生懸命、指折り数えて、一生懸命指を見てますね、はい、じ、じ、じ、はいはいはい、じ、こい、あきな、じ、待って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 、じ、飛べあきな、戻すことは可能です、じね、じ、戻すことはできます、あ、もう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 も、やが、オッケーオッケーオッケー、よし、じゃがいも、おめでとうございます、巻くぞ、はい、楽器の名前7文字、難しい、難しい、ないよ、ないね、チェンジ、チェンジでお菓子の製造会社、グ、グ、コ、リ、コ、リ、あと1問、正解した、あと1問、あと1問、見して見して見して、あー見してほしい、見して、調味料5文字以上、上、パ、あーあーあーあウェイパー終了です、ウヤシアウトでした、ウェイパー、ウェはちょっと無理だな、ウェって2文字入っちゃった確かに、ウェって言ってもナイスナイス、はい、というわけで、まあ、でも4問中3問もメダルが手に入ったので、かなり大きなジャガイモって野菜だと思われます、いや惜しかった、でも、うん、本当に分かんなかった、いや俺もジャガイモをすぐに気づければな、え、これってワード1にバツついちゃったんですけど、もう一回チャレンジとできるは無理、できないです、あ、まあ、できない、問題数が高いないのかな、ラテ文字だ、ラテ文字だ、あともう2個稼ぐしかない、取ろう、取ろう、行こう、いけるんじゃないでしょうか、ラテ文字読み、おね文字でお願いします、おね文字で、ラテ文字、はい、ではさあ、ラテ文字、そんな寂しそうな顔でグエルを見るおね文字でお願いします、おね文字でスルーされた後わかり文字でお願いいたします、グエルさん見ちゃった、では読み切れラテ文字最次の問題は、次の問題はいけますかね、すごい上見てるな、グエルさん、すごいな、あの表情、 OK です、分かりました、じゃあ次の問題いきます、あんな向けんの、次の問題が準備できました、では、okay、読み切れラテ文字第3チャレンジです、お願いいたします、取りに行くぞ、これこれマジ集中力ゲーだからね、うん、サク、うん、正解です、はい、車、違う、赤、石、あ、いや、違います、え、嘘やばいでしょ、次行きましょう、まあ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 、ギリ、ほぼ一緒、ほぼ一緒、はい、ほぼ一緒、ほぼ一緒、海ふわさんです、フクロウ、カラス、鳥、何やこれ、なんだ、マク、おー、おめでとうございます、今一瞬あったね、あったね、なんだこれ、取る、お、いや、正解です、あ、はい、なんだガバガバなんだよな橋、おー、え、すごっ俺強いかも、いや、アキナ、本当に今日最高やってる来てるな、おめでとうございます、めちゃめちゃ早い俺
というわけでメダルを今ここで1個手に入れることに成功しました。これ相性めちゃくちゃ悪い。口ピンポじゃあ口ピンポだったのか。あってでも間違えてやばいな。あとなんかだいぶハイペースで進めてみた結果、右上のゲージがあと3個もあるのにあと1問になりました。でもこれワード1もう1問くらいいけるんじゃないの、もしかして。あ、じゃあ時間が余ったらワード1ワンいけるじゃあ、ちょっと準備していただきましょう。まずラテ文字やりきましょう。頑張った結果ですね、皆さんがスピードよテンポよくやったからこそここまで来れてます。このテクニックよ。では、読み切れラテ文字最終問題です。スタートです。これでも結構得意だよね、みんな。ね、うん、いけるいける。扉。おお、強っ。マジでさすがにな。なんだ、圧いいよ、うん、正解です。遊ぶ。いいね。いいね。落ち着いてる。来い。変。おお。どっちか。俺らうまくね。うまくね。ちょっと時間もらおう。そうだね。ゆっくり見よう。全然時間あるから。ん？吐く？浸る。え、違うんだ。あば。おめでとうございます。俺50秒もらっちゃうもんね、もう。6問目です。いけるよ。何回でも見れるよ。吐く、なんだろう、飛ぶ、寂しい、正解です。おめでとうございます。やったよ、くわかったな。よし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 、すごいよくわかりましたね。やっぱラテアートやな。ラテアート最強、はい、うん、ラテ文字、うん、でラテ文字で3個をゲットできました。これじゃあギリギリワード1、ワード1、もう一問やってみましょうか。準備できたらお願いします。泣き1で、泣き1でお願いします。いや、想定としてはそんなにあの時間余んないと思っていたのでまあまあ俺たちもね、仕上がってますから今、うん、そうだね、今一番いいよ、今コンディションがもう、うん、では、泣きの1回ショートステージ挟んでワード11回だけ、プラスアルファで問題を用意していただきました。やった、ありがとうございます。嬉しい。では参りましょう。最終チャレンジ挟んでワード1です。お酒の種類は、うわ、あ、ん、い、ワイン、正解です。うん、童話、無言でチラッと目くばせよチェンジ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 、何があったんだ。チェンジのチーム名、チェンジ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 、いこいこいこ。ジブリ映画のタイトル、トロ、トトトロ、正解です。あ、トトロ正解じゃないらしい。隣のトトロ、あ、まあ隣のトトロ正解です。はい、あ、ちげるよ。お寿司のネタ4文字です。かか、待って、ね、いや、いけるいける。か、か、別ですよ。あ、ち、ち、ち、カンパチ。よしよしよし、ワイ、ありがとう、ワイ、マジありがとう、よかった。カンパチは素晴らしい。よしよしよし、いいんじゃない、え、いいでしょ、よかったよかった、いけましたね。寿司好きっすからね。カンパチ、ねえねえ、ファチ、あのさ、童話でさ、なんかまずそうな顔したら、なんだこれ、あれ童話すぐパッと出てこねえっていう。あかんってなった。あかん顔した。童話、童話何も出ないんですか。あの、あれがおった、あの、狼の腹に石入れられるやつが覚えてる。赤ずきん。赤ずきんがもう出てこなかった。なるほど、ストーリーだけ出てきたんですね。そう、赤ずきんだけ出てきた、今。童話の名前って聞いた瞬間に、ふわっちの顔が青ざめたのがめちゃくちゃ面白かった。笑っちゃった。あと、ピーターパンしか思いつかない。ピーターパン童話じゃないね。まあ、でも、元は童話なのか。あ、そっか。グリム童話、まあ、一応多分言ったら正解にしたと思う。なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。まあ、隣のトトロでちゃんと行けたのでよかったです。まあ、超えたよ。え、これって、何時まで遊ぶんですか、僕ら。いや、もうここで一旦。最終じゃない？もう最終。この後最終に行きます。で、今ここで、メダルを7個手に入れたので、うんうん、スタッフから、ワード1余ってますって言ってますけど。はい。来た。え、余分にいいの？神采配。それは、いやー、OK なんですか？神降臨。大丈夫ですか？スタッフさん的にそこで。いいんですか、あ、オッケーです。ありがとうございます。余ってたらやるでしょ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。終わった後も裏でやりたい、うん、ワード1一生やりたいもん、うん、アマッチもらったね。では挟んでワード1でメダルもうちょっと稼いでいきましょうか。
や伸ばしてしりとりで45文字40文字にしたらでかいよ。ではまあさすがにそろそろ結構難しい問題を固めてくるんじゃないかなって思います。まあ、確かに。いやもうどんとこ全部パスしちゃうわ、うん、もう変なやつ来て全部パスしちゃう、うん、分かんない分かんないですね。それ問題なくなったらどうするんですね最終的に。いやもう一度待ってくる。ショートステージ挟んでワード1、今度こそ泣きの最終問題です。ではスタートいたします。よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。文房具8文字、うん、難しい、うん、パスなの。パスです、まあまあ、はい、うん、チェンジでお願いします。職業6文字。けあ、うん、警察官、うん、おお、素晴らしい。2問目です。国民の祝日。たた日、体育の日。おお、体育の日。よし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 、いけるよこれ、マジで。じゃあ最後3問目、中華料理3文字。中華料理マジ好きやこれ。じゃあもうフィニッシャー決めてくれ。フィニッシャー3文字は無理だ。いけるだろ。いや、いけるってあ、まあでも時間まだあるから。10秒。だ終了だ何だったの。何だったんですか。ごめん、分かんなかった。だ俺すぶたしか出てこなかったけど。だだ、何何だ何がすか。いやフワちゃんが想定したんだ。これはごま団子のごま団子のあ、団子団子和食でしょ、団子は。フワくん、訳さないんだ。すぶたで正解でした。はい、たか。これ想定解はすぶた。すぶたですね。はい、これ一すぶたしかなかったですか？すぶた、すぶた以外なんかありましたか？いやでもすぶたしか。いや無事な。すぶただけの問題だったようです。はい、メンマとかも食材だもんね。そっか。ああ、そっかそっか。面白い。というわけで、はい、いずれにせよ、メダル7個となりました。まあまあまあ、いい挑戦だった。ちょうどいいぐらいの時間となりましたので、うん、最終問題し伸ばしてしりとりレーに進んでまいります。これが本当に難しいからね。来たな。では、ルールを説明していきます。3人でひらがなを使ったしりとりを行い、90秒以内でトータル今回は、いろいろ数字が減って45文字つなげることができればクリアです。メダルを7個手に入れたので35マス今から進めます。やばいよ、5文字かける7メダル分の35マス今から進めます。お願いします。で、最初の文字が2です。2から始まる。で、最後の文字が字です。まず2から始まる長いこと。あ、今例題出してるみたいです。例題お願いします。ルール説明していくと、前の人が言った言葉よりも文字数が多い言葉を使うことができません。しりとりで使った文字は1文字としてカウントします。どうしても答えが出ない場合は前の人に戻すことができますというルールとなっております。では例題やっていきましょうか。これあから始めて20文字でおでゴールするというゲームになってます、ね、今。はい、ではふわさんからお願いします。はい、赤ん坊。あ、いいね、長い。おー、いいですね、赤ん坊。でこれで5文字いってたから次は5文字以内の言葉、うん、6文字。そうだね、ダメ。これなんか6文字の言葉を言うと、そう、バツ。なんか後ろ指刺され組とかでかいのを言うとダメだった。後ろ指刺され組って一回言うと、うん、どうなんだこれ。ブーと言われる、こんな感じになります。こういう文字数オーバーになる。ではまずみさん、ウで始まるマックス5文字のしりとりをお願いいたします。はい、何しようかな。ウィンディ、ポケモン。おお、いいです。いい、うん、なるほどね。まあ、いいね。あ、いいだね、いいね。いいの、マックス5文字。いいね、ちょっと待って。さっきまであんな調子よかったね。なんで急に。アキナが一番調子よかった。インド洋、インド洋。インド洋、はい。うです。腕。2文字。2文字。2文字かで、お願いします。でです。2文字の。での2文字。2文字ので。で、急に2文字。一応、デマ。戻すのはできます。松。松。つば。ば。
なんだ。バキ。バキ。キバ。キバ。バ。バカ。あ、でこ、いいじゃん、いいじゃん。顔、顔、バランスは、バランスはね、いや、挑戦、挑戦重ねた。緊急2文字もね、結構刺さると思う。いざと言う、いざという時は2文字、うん。そうですね。みたいな感じで、はい、クリアすることが、最後指定の文字でゴールしなきゃいけない。はい、というわけで、今回は、文字数が、メダル分、数字が減ることになるので、45文字の伸ばしてしりとりレーに挑戦していただきます。うん、俺らリハーサルであのマックスメダル獲得した時のやつすらクリアできなくて調整して20文字になっちゃいましたここにその感じを一応さっきみたいな形で、2文字でやっぱりやり直したいっていうことで戻すことは可能ですので、なるほど、はいはい、こちらも、ご利用ください。では最後のチャレンジ、皆さんいけるでしょ。でも今のコンディションなら、うん、勝った。いけた。もう見えてる勝ちが。でもう2から始まる長い言葉見つかった。勝った。マジで。お、来ましたか。では、45文字チャレンジ、2位から始まって G で終わる、制限時間が90秒となります。では、チャレンジも始め、始めてまいります。お願いします。ニューヨーク。おー。あー。ニューヨーク何文字だこれ ?7 文字 ?6 文字。6文字か。6文字ないです。まあまあ、無難な区から始まる。宮内庁。おお。運動会。いいです。田舎暮らし。おお、いいね。OK です。市。中止め。小文字だね。メイド服。全然減らしてもいい。食い殺す。ダメだろ。ダメだ。クッキー。クッキー。いい。全然いい。四文字以内で。残り少ないから短くていいよ全然。十文字。あ、ごめん、インド。いよいよ三文字。ドイツ。ドイツ。つみき。三文字。出てこない。三文字。キノコ。このり。り。リンゴ。お、五から。字で終わります。終わらせる。そうなんだね。あ、出てこない。いや、ごめん。終了でーす。なんだ。難しかったな。ちょっとでも。五文字か。五文字。五文字。5文字。5文字正解でしたね。はい。うわ、テクかったこれな。惜しかったですね。あと2文字でした。いや、申し訳ない、これは。俺がつまずきすぎた。いや、2文字、5文字な。振り返るこれ、どうする。何振り返るって。反省。これ確か、なんか今までの奇跡たどれます？はい、戻すことはできます。反省会する反省会しますか、今ここで。やってみましょうか。1文字ずつ戻していきましょうか。一つ戻していただくと。リンゴ、まあ、この3文字の中でよかったよね。まあ、やっぱり3文字テンポいいね。そうです。ただまあ2文字ずつ進まないから、まあ、これ誰が文字数減らしたかって話だよね。あ、ドイツ。あポイントでインドで3文字になってます、ね、あれインドで3文字になってるの。まあまあもっとあっ、まあまあ確かにその5文字で、まあ、1減らしてる。確かにクッキーで4文字になってメイド服までは5文字でやってきたという感じですね。ここもすごい、これよかったよね。え、なんか、うん、あれここなんか5文字だよ。でも振り返ってこう。田舎暮らしね。田舎暮らし、ね、はいはい、田舎暮らし、徐々に減ってったな。最初の方6文字6文字素晴らしかった。そう、ここニューヨーク。このり宮内庁。このりは、このりはなんかもう完全に俺の中でもあの柴春たちのあれ。あのチーム、ね、そう、あのチーム経年ある。ってことは、ってことは文字数減らしたのは俺か。まゆ。俺だな。最後も、最後もまうん、俺だ。あえてね。ドマと。申し訳ない。ごめと。まあ、まあ、まあでもチームだから。まあまあそうだね。そうですね。全然。本当に？で知ってる。なんか眉がギリギリまで限界しりとりで鍛えてたの知ってるから。ありがとう。大丈夫。相当美味しかったよ。持ってくねお菓子とか。菓子折りも。菓子折り。は
はい、というわけで残念ながら商品獲得にはなりませんでした。いや、俺気になってるのが1個あって、はいはいはい、今回あの2択の意地悪瞬間ジャッジっていうのが用意されてたんだけど、はい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 、手元になんか AB だけじゃなくて CD まで確かに手元にある意味わかんないね、はい、そうですね CD まで手元に皆さん実は選択肢としてカードを用意していたんですけども発注ミス、これは何だろうって思わせるためだけに置いてます。ブラフ、何それ、うちからの嫌がらせです。だってうちからの嫌がらせです。やってんな。そう、本当、今スタッフがわざわざカンペ出してうちからの嫌がらせですって書いてました。アンチ、うちからアンチ、ね、誰アンチ、一番誰のアンチ、メシャ、メシャメシャの中でも誰のアンチ一番、いやメシャアンチでしょこれ。なんでぜひとも皆さん楽しませたいという気持ちからねこういうのをやったということで、いや申し訳ない、これも俺かもしれない これも CD 用意させたのも今回も俺かもしれない。いやいや、そんなことないよ、それに対して申し訳ないっていうのないよ、そもそも、はい、何を申し訳ない、というわけで改めまして、今回挑戦していただいた3名の皆さんに拍手をお願いいたします。いやーそう悔しいな、いい勝負したね最後ね、うん、あれ聞きたいです、あの残念だった時の SE 聞きたいです。残念でした。これいいよね、ありがとうございます。これ悲しくなるよね、ありがとうございます。これを聞きたかっただけなんですね。そう、残念そう、これすごい残念、残念、また次回挑戦してねのやつだもん、あれね、メダルゲームね、ゲーセンとかでじゃんけんのやつ。はい、ということで、ここまでお送りしておりますパニックキューブ以上で本日全出題終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でい、面白かった、でも面白かった、うん、すごい面白かったです。わかんなくてもでも、ふわっち、なんかリハの時本当になんかクイズ、いやいや、もうブラフよ、ブラフ、それかけてた、それは俺は運営さんに向けて嫌がらせ、あ、逆にね、そうそうそう、俺も勝負ね、してました、はい、本番前にしりとりめちゃくちゃで問題少し簡単にしてますからねありがとうございます。ふわっち強かったそれで結局、まあちょうどいけるかいけないかぐらいになったのでよかった。お疲れ様でした。皆さん、挑戦してみていかがでしたでしょうか。面白かった。いや、そのやっぱ特にそのワードイッチのやそのね、眉のそのフィニッシャー力たる。まあ確かにね、うん、ちゃんと意図をね、即答だもんね、うん、まあでもそれはいいパスコスをくれたから。いや、定点しようとしてるもん、眉。やっぱあれ、あの俺とアキナの考えはもうすぐに分かっちゃうってこと。俺らが何考えてるか手に取り分かるってこと、眉が。どれどう振るのが正解なの。いや、どう思ってるの、眉が。いや、分かりやすいようにやっぱアキナが言ってくれて、まゆ分かるよねって言って、分かりやすいように噛み砕いて教えてくれるのが、それはアキナじゃなきゃダメだってこと。俺じゃなきゃダメ、それ。まあやっぱフワ君とアキナだからこそ。あ、なるほどね、定定なんだ、定定だ、だからこそ今ここに定定なんだ。ありがとうございます。定定ということでいいですか。定定なんだ。でもこれはでもやっぱあれだよね、うん、やっぱ俺ら3人の力だけじゃなくて、やっぱグエレさんが素晴らしい MC をしてくれるから、こんな伸び伸びとできた、うん、グエレさんがいなかったら多分今回の企画をしてくれたから。でも私としては本当に、今回スタッフが実はすごくて、はい、挟んでワード1、今回問題数的には3問かける4問なんで12問用意すればいいんですけど、うん、本来、うん、お題40個用意してきてるんですよ。嬉しい、ありがとうございます。じゃあまだありがとうございます。確かに、じゃあ運営さんすごい。じゃあ今からワード1やってクリアできたらもらうスイッチです。そうそれでいこう。急に簡単。じゃあまだ余ってるのか。いや、もうないかな。だいぶ出し切ったかな。なるほどな。あ、そうか。というわけで、こんな形でパニックキューブを送らせていただきました。最後に何か告知とかありましたら、おのおの告知していただければと思いますが、まあ要はこの後フェスの出演、もう帰る、俺もう帰る。お疲れ様でした。いや、マジ、うん、マユ大変だったかな、朝からずっとスタジオで。いや、もう逆に何もすることなくて寝てた。もはや半分寒いなと思う、冬眠してた。グエルさんも今日これ、そう、私もこの後も帰ります。いや、お疲れ様でした、はい、お二人が、ふわくんが2日目の明日、うん、15時からかな、うん、大体。なんだっけ、あのバカス、バカスバカカスかバッカスどっちか忘れたんですけど、バッカスステージ、そう、忘れたんですね。メンズたちの熱いステージがあると思うので、ぜひ。ワークの時一番大変でしょ。大変ですよね。今日はちょっとここ戻ってきた時にパシパシパシしてる、うん、そこだけの話、フワッチはその、まあ、レバーガチャステージからここまで休憩0秒、一瞬で来ましたね。そう、0秒で。いや、お疲れ様です。いや、でもすごく楽しかったので、明日もバチバチなんで、うん、ぜひとも楽しみにしていただけたら幸いです。で、そのまあ、男ステージの後に、僕が、レインドロップスプラス、委員長とテロンさん、テロンさんステージが
ありますので、よろしくお願いします。連続でよろしくお願いします。というわけでこの後、そろそろお別れの時間となりましたので、最後にこの企画、普段私のチャンネルの方で不定期に実施しております、次回も気になるという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いします。お願いします。そしてもちろん二次三次アニバーサリーフェスティバル2021もまだまだ明日まで続きますので、最後まで時間の許す限りお付き合いお願いいたします。では以上、テンパル頭のラビリンス、パニックキューブ in 二次フェス2021でした。ありがとうございました。ありがとうね。今度も二次フェスよろしくね。よろしくお願いします。